立花確かトイレ行ってます、これ。はい、どこ。ミッションわかんねえんだよな。ああ、なんかやろうって言ってたっけ。なんかもらった、ビッグスペンダー。お金いっぱい使ったね。タクティカルニュークマックスダメージ1000。あ、強くねえな。強くないんだ。メインタレット2個分ぐらいです。使い切りの割に弱そう。あー、使い切りは確かに弱そう。うん、オーツジェネレーターって大事なのかな。なんか FTL でもあったよな。でも確かにオーツタレント振り直しになってるんだけど、めんどくさいな。おめでとう。パーで振り直せるね。うん、2ポイント余ってる。何振ろうかな。ああ、タレント振るとすごい変わるな、確かに。目の操作。このゲーム、スタミナいる？誰かキャプテンの固有スキル分かる人いる？どういう意味？一番上のやつじゃないの？一番上だからさ、意味。クルーマラソントレーニング。え、これ足が速くなるじゃない？いや、真ん中の2つ。真ん中の2つってどれだ？これか。クロマティックアクションは5ポイントモアとサクセスパーランク。これあれじゃないの？これなんか立花が言ってた。うん。あのなんかスクラップするやつじゃないの？あー。その下は？わかんない。翻訳に、インチミデーションアクションってなんだよ。脅迫。なるほどね。あげなくていいや。あ、外交です。上が外交で下が脅迫です。まあ、2、3個あげてるんだよ。あの、エンキュンブレッドスプリントってない？カスタム DNA の下。カスタム DNA の下、アローイングスプリン。それ、あれだよ。取ったやつだよ。研究して、取れるようになってる。なんだったのこれ、意味。そりゃ、あるよ。え、まんまら、わかんない。ダメージ食っても走れるようになる？ああ、食らってもあれか、剥がれないのか、スプリントが。取っとこうかな。あとアーマーガン振りでいいや。研究のやつが欲しいんだよな。あ、変なの見ちゃった。え、こんなアーマーガンフリーやろ。アーティファクトが欲しいの？そう。
アーティファクトのミッションあるよ。アーティファクト、アーティファクト、まあアーティファクト。マテリアル、アーティファクト、両方。1714って近いのかな。あれ、なんかヒーリー。ピストルダメージどれ？これか。あれなんか、ん？消火器は普通の消火器やってる。種類あったの消火器。いやマジでロッカーを、うん。サイエンスのところに置いてくれマジで。ロッカー遠いんだよこの船マジで。広いんで。あいつは来ねえぞつうか。俺ら今どこいんだよ。どこか？わかんない。64だな、多分。1731にミッションあるんだけど、何のミッションだろう。バウンティのミッションだわ。水持ってこよ。プロセッサー大事だな。パイプラインモジュール。ニュータレントって書いてある。まあ、みんな帰ってこないし、トイレ行ってこよう俺も。置き方そう。あいつは来なくねー。なんかアップグレードしてるし、ピストル。あ、移動しないくね。ん？多分してないと思うけど、してる？これ。え、だいぶしてるけど、さっきから。まあいいんじゃない？どうせワープだし。
あいつはいたんじゃねえのかよ。なんか来ないね。シナワさん以外は入ってるよでも。え？あもこれ。あもこれどうやって取んのちなみに。わかんない。なんかたまに取れる。いいん？なんか取れるタイミングと取れないタイミング。ゲージがバグってるだけでそれあのアモが配置される。ああ、何このゲージ。この中に光るアモが出るから。ああ、それがあるかどうかでいいんだ。立場連絡ね。トイレ行ってくるって言ってた。トイレ長くね。幽霊だと23個。フォアセーフティートグルって何なのこれ。ノットエクストラクターインストール。このさ、原子炉にあるさ、なんか、カプセルみたいなの何なの手付け。なんて？原子炉にあるカプセルみたいなやつ何なの？カプセルみたいな。カプセルレディって書いてあるよ。これ。あ、これ。セルス？あれ。ワープしたときに強制的に手動でワープのエネルギーを貯めるやつだ。え？よくない？カプセルがなんか貯めとけるってこと？いや、だから、あのエネルギー貯めるときにそこにチャージ、エネルギー貯めるときだったかな。貯め終わったからだったかな。忘れたけど、そこにエネルギーが溜まって、あれだってもう溜まってるよ。なんか入れとけばってこと？だからこれを、あの、引くと一気にチャージが溜まる。え、だから。なんか、エネルギーっていうか、バッテリー的なの必要なんじゃない？楽しい？いや。だからあの使うときに勝手に保持されると思うけど。ん？どう考えても違くない？でも見た目。ここになんかカプセルはめるんじゃないの？カプセルレディって書いてあるし。そのカプセル取ったらなくなるから。名前なんだっけ？パルサー。パルサー。ちなみにステルスはサイエンスの場所ですよ。使うのは。確かに。てかこのゲームマニュアル見りゃいいのか。マニュアル。ないんで切ってますけどね。お、VR モード。まさか来るか。フォアセーフティーメルトダウン。あ、これメルトダウンしたときに引けってやつか。VR モードでタレットとか酔いそう。ね。でも本当カプセルみたいなのはまってる。ここにはめて貯めとけるって感じか。この束ピン120とかあるんだけど。ピン？うん。よしと。オネーザーのイルス野郎。いや、いるけど。え？いや、別のイルスが生まれたから。イルス野郎いるよ。イルス野郎いる。これ俺のヘルスかと思ってたわ。いるけどいないやつだ。そう。なんか取りに行くとき嫌だったなって。何なんかアップグレードされなかった？何これ。ロングレンジモジュールでしょ。とりあえず5万円取り行こうぜ。金ねえし。5万円ってかね、フラグメント欲しいよね。どこに5万円取りに行くの？あれ？戦闘？そう。セントトリンクならあれワープステーションあるな。ワープステーションから一気に行くか。あのヘルス上げるのってその戦闘の場所に売ってたっけ。売ってた気がする。入り直すとキャプテン以外はみんなヘルス100に戻るんだよな。ほんとだ。プラスお前ら。それはもう合わせとこう。めんどくせえから
どうやってやるんだっけこれ。 WSD だよ。いるじゃねえか、やれよ。今帰ってきたんだよ。サイエンスルームでやろうかなと思ったけど、コックピット付近の方が外見えていい感じだな。ほら、ここよ。わあ、前回より広い分酔うわ、多分これ。合わせとこ。これダメなの？あ、ここでいいのか。大丈夫、キャプテンいないけど。強制されたからスキップできないから気にしなくて。確かに。寝て寝てね。何で分かったか分かんないけど、ヘルトが5上がった。移動したらめっちゃ減ってるんだけど俺、うん、入り直したらあれで、あの半分なくなる。キープしまーす、うん、何もいなくね。バンティハンター多分来ると思う。A がなんかあるよ。もう仕事ですか、 Y。 A なんかいるけど、いや、あれはなんだろうね。普通の、まあ、鹿として1、3、3、4に飛んじゃってもいいよ。何この下、バンティハンター来ました。中入ってきて、中入ってきてる。バンティハンター、 A も撃ってきた、 A も撃ってきた。はい、うん、A の方が近いから A、さっき。はい、ミサイルダル同じぐらいだな。なんでか中は大丈夫？どこに入ってきたんだろう、わかんない。あ、いる、俺が対処する。テレポから入ってくるんだけど、はい、いや、でもいない、いない、いない。え、これハッキングされてません？いや、来たぞ、俺が対処するぞ。船が動かないよ。ポニオ、ポニオ死にました。弱い。対応できてません。あ、船動いた。サウナ敵来てる。ちょ、どうだ、行こうか。田島さんじゃない、強いよあいつやっぱ。ま、任せろ。あ、こいつ黒く持ってる。消えたよね、うん、消えてる。 俺のレーダーがないと。田島なんかいるいるいる。やったあ、なんかディスプレイが多分これハッキングで、うん、ブレてる。ハッキングじゃない、ハッキングじゃない、生きてないが壊れてる。シンプルにシールドがなくなって、シールドがな、ないっすね。サイエンスが燃えてる、サイエンスが燃えてる。今直します。はい、チャージはもうすぐ溜まる。ワープ止められてる今。なにこれ、いいぞ、いいぞ。くれ、あれか、ウイルス入ってきてる、ね、ウイルス食らってんのか。なんか船が勝手に動いてる、ね、これ、これアンチウイルス入れたから多分治ると思うけど、というのあれなら。そうそう、逆になってる。逆アンチウイルス入れたから、なんか違う現象だろ、それは。あとウイルス3分の1。あ、まあブーストしとくから。あ、敵 B もいるから。これ、ミサイルかどっちかわかる。やめに、あの A 別に敵じゃなかったっぽいけど。そうね、やっぱ撃ってきてこっちでも。撃ってきてね。UI ですから、ね、あれだから殺すと多分コロニアルユニアンのやつが触る。ギャラクシーインカオス。いや、戦わないのが選択肢正解だと思う。逃げる人に逃げるのって多分。中をこれも撃ってんや。撃て撃て、ミサイルっぽい。けどまあ倒したかな。倒したらでもミッションコンプリートになったよ。だからコロニアルが敵のバウンティハンター。なるほどね。ほんとマイナス5になってる。あった。世界中的に回してます。いやいや、何言ってんだ。1334に飛んでください。アラートは切ります。この船カメラクソだな。そうだよ、外観外観カメラクソだよ。そうか、あの前に長いからさ何も見えないんだけど。そう、ああ、何、俺のか、あの体貫通して見れるから全部見れるよ。あ、なんか後ろにワープゲートある。そう、ワープゲート向かって。本当だ、敵消えなし。ワープステーションとコム取って、ここにを。あ、はいはい。そう、コムでワープステーション選択して、左。これかな、あれと。自分でやれよ。なん
で、これが反対ってこと向き。あー、いやまだわかんない。ここ今から動くから。あ、そっか。動くのか。トレーラーがブローに向かいたいから。なんかパッと見なそうだ。なんかボタンヘルスやってんじゃん。本当だ。ちょっと戦ったからかな。回復のやつってさ、どこ上げれば。あのサイエンス、あ、回復のやつ。回復のあれ、俺の限定スキルです。とりあえず448いくか。違う、サイエンスラボの回復。サイエンスラボの回復は入れたいっても回復しないの？ん？立花さん110分のか、これ。え？うん、なんか立花 HP マックスに見えるけど俺。アレンと振り直しになってる。そうだよ。あ、メディカルサプライ前の家。船に置いてきちゃったから取り直しなんだけど。あのミッション覚えてないけど。ちょっと待って、173、待ってね、これまだ行かないでね。あー、クリックしてもどこにワープするかとか出ないんだ。あの線出なかったっけ、出ないんだっけ。あ、出ないよ。線多分出ない。飛ばないと出ないのか。そうだか分かりづらいんだよな。スタミナガンブリしたらスタミナ減らなくなった。ほぼ。616とか言われてもどこだよって感じなんだよな。わかる。とりあえずアウトポスト行くか。タッチしたら出てくるよ。タッチってどうやんのこれ。俺のこの画面です。この画面いじれないんだっけ。ああ、616でこのファインドやったらもうほら。マップで出た。多分スキル持ってないとわかんないかも。どこ？マップで出た。下かな、一番下。一番下？一番下のなんかモヤモヤしてるところの境界線あたり。あー、あそこ、まあ、スクラップヤードやって行ってみてもいいけど、1636ってこれミッションなんだろうこれ。本当スクラップヤードある。1636ミッション。ああ、まあ違う側にあるな。ちょうどいっちゃちょうどいいか。うん。あそこ中立地帯だし。ブローからも近いし行くか。で、あそこが616。はい、取ってください。はい。遠いとこ行くね。だから南にワープします。でもあっちあれなんだよな、なんか敵勢力の本拠地みたいなとこじゃなかったっけ。あってこいよ。何言ってんだ。勢力しかいないよ。敵勢力しかいないよ。うるせえ、全員殺せばいいんだ。味方の勢力一つしかないよ。しかも。いや、この勢力、工場だから、ないよ、もんだよ。工場工場って。でさ、俺のセンサーに入ってくるの、なかなか、近くまで来ないと。ただのクッキー作ってる工場の人たちの好感だな、これ。めっちゃ飛んだ。クッキーの好感度大事だろ。確かに、クッキー食べれなくなるぞ、お前。いいのか。お前、ピンクの量度はどれだからか数えてみろ、俺。いや、あれも飛んだ、これ。飛んだよ。あれか。ワープゲートのところが大して何もないのか。ワープステーションしかないね。結構合わないの？あったわ。249、はい。飛んでまーす。めっちゃいる敵。ショックドローンがいるぞ。クロークディセーブルビーコンとかいる。人じゃねえ、誰。あ、でも敵じゃ、いやでも敵じゃなさそう。クロークディセーブルビーコンだからどうでもいいと思う。ああ。行って。あ？ああ。え、俺今上がってんの？今食らったんだけど俺。何から撃たれてんの？なんか目の前にショックドローンがいてビーム撃ってきてるこっち。あ、撃たれてます。ええ。敵。こいつヒールしないところワンチャン死ぬからヒール行ってくる。ヒールしたろうか。いや、もうヒールステーションでヒールしてるから。あれ動いてる立場な。動いてる。ほんま立場の援護行くわ。めっちゃ削れてんだけど、何これ。なんかシールドがすごい削れる、なんかビーム出れると。あいつ硬くねてか。硬い、ね、何も減りません。何も減らないね。ここの敵強くない。飛ぶか。飛んだ方がいいかも、飛んだ方がいいかも。え、でもレベル10だな。でもすごいエナジーとかとんでもない数値になってます。
飛ぶ用意しろ。571白571を探すわ。ビーコンの影響なのかもね。57え、なんか電気と電気おった、電気おった、飛んだ、飛んだ、電気飛んだ。入れに行ってくれ、このままカボチア。いて、撃たれた、また俺。どこで入れんの？電気はエンジニアリング、そこか。暗すぎてわからん。そのまま真っ直ぐ、ひたすら真っ直ぐ。全員でエンジニアリング行くなよ。出た出た。え、次どこだこれ、飛ばしよう。571だから、これチャージってし直しか。再起動お願いします。ナイス、着いた。571だから、食ドローンでもどこ行ったんだこれ。上にいる、上と後ろにいる。左後ろ、左後ろ、サブラン。左後ろ、あーらららら。キノコついてるし、あの小惑星。飛びました。強くない？なんか。ここ次降りるとこあります。わかんない。ショックドローン系俺ら倒したことないから。倒し方わかってないだけか。違うのかな。そもそも中立にも仲悪いから。もうどこでも。もうなんだこの島、島じゃねえや。よし。なんか中立なのに仲悪いとかも意味プーやん。いやもう暴れ回りすぎ。中とは。カオスレベルなんかな、やっぱ。あれこの。いや単純に AOG でしょ。プラネット降りれます。シロンとこは AOG だ。でエグゾスーツどこにあんの？え、あの多分テレポン近く。本当？あったあった。行くか。エグゾスーツがないと、ね、あのちゃんとしてる。34度です。あ、なんだろうこれ。でもあ、寒いです。マイナス150度です。あ、トンネルに入ってる。あ、マテリアル探さないと。マテリアル、はい。ちょっと寒ー。寒いで怖っ。マテリアル、あれあれ、マテリアルのあれ取ってないっけ。ジェネレーターの部屋は、あ、びっくりした。なんだろうね、この青、赤とか、微妙に表記が揺れてるの。マテリアル入ってる。あ、ミッション何も受けれないよね、ここ。いうか。別になんかあるわけじゃないですか。あ、なんかミッションのやついる、でも。あ、でもポニオどこいんだろう。なんだよ。え、ヘルスなんか減っちゃってっから、まあ帰ってか、さっき俺ヒールしたんだけどな。あ、電源落ちたから気づいてないのか。クエストおじさん、クエスト受けた？ちょっと待って、なんかあっちの方に反応あるな。なんだあれ、何掃除するの？無限にできねえかな。あ、まあ掃除はし、え、てかクエスト受けたの？お前今受けた、今受けた。これ、はい、俺見てる方向にまだなんかあるぞ。はい、オブジェクトコンプリートだよね。終わったってことだよね、それ。お母さん、そっちの方向に何かあるぞ。おい、ん、終わったわ、早っ。うん、俺がもうやなんか掃除しといたから、こんなこともあろうかと、うん、え、じゃあ、まあ行くだけ行くか。何、敵ってことするとも、いや、入れる場所がある。マジ、え、でもあれじゃない、最強汚染されてない、大丈夫。もう可能性はまだこっち、まだまだ。あれ、どこ行ったんだよ。なんかあれか、飛んでるやつだ。あの、竜巻があるけど、そっちの方向かってる。なんかいない？あれ？わかんない。トルネードはなんだ？トルネードは敵扱いかな？敵っぽいね。トルネードぶっかってみていい？ぶっといれば。あ、うわぁ！え？あ、浮いてる。すごい。あ、僕が浮いてるだけです。なんで？あ、これ負けてやるじゃない？うん、それ負けてやるだから取っていて。で、俺の送っていて。バチバチ、もっと右、もっと右。ここら辺らしいけどな。また前と同じで、なんか地面に埋まってるパターンあるんじゃない、このゲーム。ああ。わかんないけど。下だね、確かに。下ってか、ここにあるね、反応的に。埋まってんのかな。はい、入り方わかんないな。うん。もうヘビーブーツよ。ここら辺だから。まあいいんじゃない、帰ろうぜ。オブジェ終わったし。何なんだろうね。D
的なメガネを持つと見えるようになる。ランダム生成とか感じ。まあ、探し回れば入り方あるんだろうけど。でも地平線まで何もないぜここ。そのでっかい氷の裏とかに実は。行って。だってお風呂入ろう。全部監視する。早く捕まえないと。真上とかにないの？ないと思う。88番さん。真上ってだって。ワンチャンあるけど。めんどくさ。真上ってあれでしょだって。まああれの上にワンチャンあるけど。あマジ真上さっきの上が一応ありそうだったの？いや。いや。でしょ？多分位置違くない？でかい柱だよでかい柱。うん。ヒールされねえぞ。あ、受付電源入れて、ヒールの。さっき燃えたらしいけど、施設の復旧大丈夫だったの？ヒール終わってる？なにこれ？パレットダメージブースター。アトマイザー。はい、次。いや、ここはただ寄っただけ星があるから。次はスクラップヤードです。どこでスクラップ必要なんでしょ。真上。あら、いいぞ。絶対ゴミ捨て場だろう。アップグレード全く見てないな。バウンティハンター近づいてきてるから戦いになるかもね。なんかすげえかっこいいのある。え？本当だ。オーバースみたいなのある。本当だ。マジ？クラップヤードインテレイ。サブランあれやっといてよ、ヒールの場所に。はい。確かにあるわ。クラップヤードで更新してみるわ。トランスフォーマーで見たあれ。わかる。お。クラップ変えます。いやクラップ1000円で変えます。ユーティスクラップ今なんかのこれら1000円高くない？高い。クラップ今7個です。ミサイルだけ拡充しとくわ。あとさっきのドローンでタルク出てるから一応拡充だ。これまたそれシールドをシールドオフにして。お店はなんかしょうもないです。うん。シールドオフどこにするの？どこにするの？シールドオフはシールドオフボタンかな。オフにした？今終わったら言うわ。ああ。お新しいミサイルサイロと新しいセンサーをインストールしました。センサーのレベルが上がりました。ディテクションレベルが4倍ぐらいになったんで発見しやすくなってるかも。あ、ポニオこれリペアのデポットと更新してよ。どうも直しちゃうわ。フルリペア2800円。うなに高いんだよ。シールドオンでいいよ。Thank you。 お店足してもなかったんだよね。うん。はい。じゃあ次は1636。ここはミッションがあって、隠しスタッシュを見つけて、なんかエステートとかいうところにそれを報告しに行ってください。どこで？はい。ああ、通り道にあるわ。AOG の領域ですね。マジですよ。いやいや、仲良くしよう。WD 以外とは仲良くする方向性でいこう。あ、見ないぞ。はい。じゃあ、外だね。アクシスタッシュで探しに行こう。え？オブジェクトコンプリート。何が終わったんだろう、これ。降りたらオブジェクトコンプリートした？そんなことある？あ、なんか。スターウォーズいます。スターウォーズいます。スターウォーズ、ほんとスターウォーズいる。スターウォーズいる。え？敵？どっちかロックバーした。
これ敵です、敵。本当だ。エリートパラジン。めっちゃ硬いです。どちらかというと6個出してよ。でかい絶対してる割になんか。上げた。積んでる兵器が弱い。多分俺が受けてるから弱いんだと思う。うん。なるほど。確かにヘルス100減ったのか。ヘルスモンスターだな。え、なんもないのこれ。え、周りなんもない。まあ、入れるけど、ここ一応。入ってみるか。あ、なんか地下あるっぽいよ、ここ。ここ広々と。入るか。広い。何この遺跡。広いってか、なんか、ただ広い感じだな。いや、ほんとただ広いな。え、これ、ミス、え、終わり？この部屋。広いし、暗いし。これ次ないけど。え？なんか落ちてるよ。ちなみにここでやることは、あ、本当だ、蘇生のやつ持ってる。ファインドメタルスフィア、メタルスフィアを探してください。なんでメタルスフィアって？さっき倒した敵は何も持ってなかったの？選べてなし。さあ、調べたけど分かんなかった。調べたけど何もない。あいつの体じまで分かんなかった。ワイ？でもなんか敵の反応あるから。普通になんかどっか行ける道あるっぽいけどね。なるほど。そうね、外は何もなさそうだから中はちょっと頑張ってって感じ。うん、外はマジでなんか暗いんだよなんか、ね、何もなしって感じ。上から見てるけどトラックが横転してるだけで何もないわ。メタルスフィアがどっかにいるはずなんだけど、うん、なんかまだこっち側に結構反応あるんだけどね。敵とかマテリアルっぽい。こっち側？俺の立ってるあたり。ここだけなんかさついてないね。ね。なんか謎解きすんのこれ。かも。でもいじるもんがないんだよな。ここだけなんでライトついてないんだ。ミッション。ここは隠し倉庫なの、ここは多分。それを見つけてその中にメタルスクラップがあるはずと。メタルスフィア with レッドストライプス。戻ってきたら9000クレジットやるぜ。金増えた。え、見つけた。ええ、え、見つけてんじゃん誰か。まあ違うな、これじゃないな。違うのが進んだね。あ、違うのが進んだだけですね。ドリ、俺ちょっとソフトターンだけしてくるわ。はい。この人数で探してないのは、え、でもこれなんか殺風系すぎない？敵の反応とマテリアルの反応あるからあるはずなんだけど分からん。え、なんでここだ。いや、ここで、ね、ここだけ消えてんの何なんだろうこれ。デザイン。リペアガンで撃ってみれば。確かに撃てないわ。撃てないね。謎解き要素っぽいけどな。ないですね、これ。この仕事他は。バグってるとかある？バグってそうでも。もう謎解きにしてはヒントなさすぎるもんな。もうヒントないってか、いじれるもんがないからもう無理なんだけど。まあ帰るか。なんなね、多いよな。天井もだってないでしょ。もうたらたらなんか広い広いがあるだけみたいな。そうね。広レッドストライプって言ってたよな。このこれじゃないよね。違うな。
なんか拾っアイテムなんか机の上で拾ってたじゃん。それも関係ない？誰か拾ってない？なんか変なやつ。俺は何も拾ってないです。俺もなんか何も拾ってないよ。あんまない。注射器しか拾ってない。はい。会えるか。会わない。あった。え？え？どこに？あー死んだ最悪。え？どこ？でも中、柱なんか一本だけおかしな柱あるからその中透けるわ。なんだよそれ。なんだこれ。ハリーポッターじゃん。一本だけおかしな柱？左側のその真ん中の真ん中のやつ。あ確かにこれなんか変だ。あ確かに本当だ。なんで位置がおかしい。まさ。なんか変な位置やんなって思って触ってたら。どこか出てんの？あこいつが撃ってきたの？そう倒したやつ撃ってきた。殺したけど。ナイス。いや倒した倒した。けどなんかこれじゃない？この辺それだ。これだね。あエンシェントあるけど、なんか拾うもんは拾っとけ。うん、拾えるもんは全部拾っとけばいい。俺行く必要なそうだな。うん。いいぞ。こんなもんかな？そうね、帰ろう。飛んで帰れる？わかりづら。読み切ったわ。飯食っといちゃおう。ナイスである。アンドエッジ。え体が重いよ。変なものは俺に送ってください。はい。え俺に送っとくわ。なんか体が重いよ。立花なみんな何これいあいそう。これはまあでも科学部門担当なんで多分送ってくるじゃん誰かに。あいろいろ増えたけどなんかカスタムジェットパックヒューレはいいんじゃない。俺はもうこれこれあのヒールのやつさ切らないでめんどくせえわ。俺じゃないよ切ってんの。おらおいった209インクリースドウェポンダメージ1分30秒パイロットタレントだってこれ。おめでとう。手に入るタレントはねちゃんと使った方がいいと思うね。使ったってか取った方がいいと思うね。強いだろう。20までのこれが増え今手に入ったマテリアルで増えたリソースです。ジェットパックパイロットのパイロッティング UI なんちゃらかんちゃら UI パイロッティング UI、うん、どれだろうね。プロビデンスアディショナルインフォメーションみたいなやつ。個人的にはあれだな、リアクタークーリングが欲しい。それ3ページ目のやつ。リアクターのクールタイムが冷めるのが早くなる。一応それも取れるね、ポイント的には。あまあ、多分みんなの使い勝手考えるととりあえずカスタムジェットパック。カスタムジェットパックフュエル、まあ取っといていいんじゃない。これは別にポイントその受付さんが欲しいのとは全然違うやつだからもらっとくか。これでもこれは安いしいいと思う。ニューアップ先か。マップ指定しといて、タフラン。パレットダメージブースターがある。パレットダメージブースターはですね。そうだ、あれか。残念ながらこの黒いのがないんでね。ま、そうね。なるほどね。うん。やっぱアーマードスキンセルズだな。それ。ヘビーアーマートレーニングとかあるんだ。え。あ、これ各自見れるの？うん、各自で各自全然。ね。パイロット UI。え、これリサーチしていい？え？で、それをもうリサーチ担当者にあれしてください。あ、まあ、リサーチはあれだからね。今日みんなで共有。あ、えっ、ー、と、あ、はい。みんなで共有だと。そうだね、そうだね。うん。だから、まあ、受けるダメージ 10% 低下で。うん。あの青のやつ1って書いてるわ。あ別にいいよ。じゃあとりあえずそれ受けとくか。なんか欲しいやつあったり。ああ。はい。2回ワープしたら完成。あぶっちゃけ俺見てないから、あのポニョが決めちゃって。あってん。うん。まあ、次何も欲しい誰か欲しいっていうのがないならジェットパックやるけど。はい。あジェットパックあるよかったな。もうあってんのこれ。はい飛びまーす。まあ、結局でもあれ。取ってもタレントのポイント振らないといけないから。おい今から敵の場所だぞ。大丈夫か。赤。ユニット17。ピーコマン。
敵どこだ。ヒント17に話しかける。ヒント17話しかけれんの。話しかけてみて。じゃあ仲良くなろう。あれできないんですか。もういなくなってね。はい、いないね。消えてね。ね、もうできてできて。あ、帰ってきた。帰ってきた。飛びます。もうなんかウイルス来てない。あ、大丈夫。モアヒューエルカプセルって言われてる。燃料切れた？いや、多分。あ、今使ったってことなのかな。わかんないけど。ここあれ、あれです。星なんで、ここにミッションの報告をしに行きます。これちょっと行ってくるわ。まあ、はい、今のやつもなんか来て。あれしてもいいと思うけど。あー、ここか。来たとこじゃん。そうそう。コントライオンにいるところだ。バンフラグシップ。何これ。タレントズ。あ、懐かしい、ここ。ハテナ出てます。田島さん、タレントズームいります？タレントズームって何？タレントのズームが 15% 上がる。あ、いらないかな。バンフラグとってどういうこと？発売してないんじゃないの？単純に。いや。わかんない。アンフラギングサービスわからん。そう。どこで受けれるかわかんないから。英文見ればわかる気がするけど。うん、どこの何の話？なんか降りたすぐ左のメガネかけたおっさん。これあれかな、盗難車じゃなくすって感じなのかな、もしかしたら。あ、AFT の方行ったのね。そう、AFT。アンフラギングサービス？俺、キムソラバさんの探してくるから、見つけたら教えて。どこにいるかなんてわかんねえよ、こんな広いところ。ジェットパックリチャージレート上げました。おい。まだ上がってねえわ。あ、取れば上がる。あれ何？皆さん飛んでったの？多分みんな商店街の方来てるよ。商店街はどうでもいいや。覚えてねえよ、誰のどこのミッションかなんて。なんでドローンミートって。キムくん見つけたら教えて、キムくん。どれだよ、キムくん。キムくん、どれだよ、マジで。消火器売ってるやついる。何のミッションのやつ？一番下かな、多分。俺が持ってるアイテム渡せば終わりなんだけど。あれ、なくなってる。多分あれかな、普通に渡せんのかな。バー、本当来た覚えがねえな、まず。ああ、まあ大体バイオの言ってる内容でやった。ああ、1万円でじゃあ盗難車じゃなくしとっか。あ、何盗難できんの。盗難車っていうか、まあ要はあのヘイトを消せるって。めっちゃうめえ。全然もう、ただあの、お前がやればやるほど金かかるからなみたいな感じ。まあ今でもちょっと大変なことになってるから非常にちょうどいい。じゃあやっといていいの？あ、できるならやっちゃって。で、ワンフラッグ。どうも。ダウン。Try not to get yourself caught next time。ヘイト下がってないけど、下がったこれ。なんか、わかんない。ちょっとだけ下がったんじゃない？マジでこれ。ゼロにするとかじゃない気がする。だからね、WD は2下がったような気がする。20だった気がする。そう、俺もマイナス、CU はマイナス1だ、マイナス5だった気がするから。1万円で1手。
AOG はね、マイナス2だった気がするんだよ。それか、あれもっとあれなのかわかんないけど、もしかしたら。もっと喧嘩売りまくると、なんか、フラグつけられるみたいなこと言ったから、本当にもっと喧嘩売りまくるとダメなのかもしれない。てか、あれじゃない？バウンティーハンターに追われなくなるんじゃない？単純に。でバウンティーハンターだからそういう系だよ。そういう系というか、まあ、あの、説明文的にはそういう感じだから。まあ、1万円だし、安いもんよ。高くなるって書いてたけど、また次も1万円だね。あれじゃない？あの、通知が、自分たちのヘイトの通知が高ければ高いほど。キムさん、あ、待った。ハイドロポニックラボ、探してください。これも行くか？あ、違う、これじゃない。ハイドロポニックラボじゃないや。さっきのやつどれだ？あれ？終わったのか、あのミッション。ん？飲み物取ってくるわ。はい。いや、さっきのミッション終わったくさいっす。終わった、終わってる、終わってるわ。ソーリー。なくなってる。だからアイテム欄から消えてたんだ。出た時点で終わったのか？プロセッサー ARX ジャンプコンピューター760円フィールドジェネレーター。プロセッサーって今何がインストールされてるんだっけ？プロセッサーはですね、なんか何が違うのか分かんないんだよなこれ。ジャンププロセッサーあるな。でもプラス7あるのか分かんないけど、うん、プログラム関連のプロセッサーあるなら俺は欲しいですよ。なるほどね。いやちょっとサイバーディフェンスって書いてるやつ今ついてるから、うん、これの上位互換あったら強いのかも。ウイルス系でしたのこれ。ARXCD。だってサイバーディフェンス 1.8 って書いてるから、これのもっと上位があれば。1750。ああ、あるやつ売っちゃおうかな。ジャンププロ。タイプ JP。4400。サイバーディフェンスって書いてあるの、ほんとだ。ワープチャージ 20%。ワープチャージレートが上がる。なんか強そうだな、これ。死にかけたときに上がってくれるんだろうな。ちょっと俺これ。ワープチャージレート？うん。それあれです。プログラムの多分、なんだ？復活です。プログラムの復活？下の丸あるじゃん、プログラムのリソースというか。ワープしたときに回復するやつ。ん？じゃないのか。違うよ、これ。あれだよ。自分たちのヘルスが 30% 切ったら船のワープチャージレートが、ああそう 30% 上がるって感じだよ。よプレッサーの一番右だね。まあまあいいや。プロセッサーとプログラムは違うからな、ちなみに。うん。あ、それは分かってるか。いやでも前なんかさ、プログラムのワープなんちゃらでさ、確かに。プログラムが回復したから。トイレ行ってきていいですか、俺も。
表示合わせた？ワープの。あ、合ってないかも。分からん。995のミッションなんで、あ、ここ行く必要ねえわ。ごめん、ちょっと待って。フローに直接飛んじゃってください。あれやりましょう。5万円やりましょう。5万円もはやでもちょっとはしたがね感ある。あ、したよ。そんなことないよな。そんなことねえか。みんな勝った暁には1万5000円分ぐらい使っていいよ、一人頭。好きなの買って。立花 HP 高くねえ。もうブースティングよ。てか、あそこに言ってたっけ？なんか B ない B。シビリアンシップ。シビリアンシップなんか結構撃ってきてる？撃ってきたりしてないなんか。撃ってきそう。わかんない。赤いけど。ぽいね。撃ってくんのかな？とりあえず星の方向かっちゃってよ。逃げるような感じで。メアシップでもレベル16とかで。いや、なんか倒してまた。まあね。うん。あ、なるほど。番が下がる。あ、さすがに、追っては来ないだろう。うん。ブスト吹かしといちゃってよ。俺は向こう行って、あの、リジェネのあれとか買っちゃおう。ワンチャン売ってないとかあんのかな。ヘルスアップ売っててほしいな。あれどこで買ったっけ、ね、受け付さんが買ってきた。ヘルスバーのお店、あの空に浮かんでる。ああ、そっちか。俺持ってるかな、今。俺は1個だけ持ってるわ、シリンジ。今回離れいいやろ。シリンジ何個か、あそこに置いた気がする。ロッカー？ロッカー。だってあれは個人だから、でも。お前が持ってきてくれないと。え、人のやつ開けれるよ。開けれるの？開けれるよ。え？知らなかった。プライバシーは一切なし。ないよ。そんなのないと思ってんの？それ頭2個ぐらい持ってけば、まあ確実にクリアできるだろう。あ、確かに。シリンジ持ってけばいいのか。うん。あれなら持ってけどね。ビスケットとか。ビスケットって何？回復？回復。回復。ただなんか特殊効果ついてる回復やつもある。うん。俺もビスケット持ってっといたわ。俺の部屋どこだよ。わかる。バカ慣れて。あれだから、雑魚寝してる、雑魚寝じゃねえや。なんかちょっと俺らはまとまった部屋にある。あれムカつくわ。ニューキャプテンやん。キャプテンルームあるんだけどな。グレネードおっさんからなんか買えんじゃない？グレネード買えるけど。グレネードランチャー？ランチャー。ポニョー。この前拾ったやつ送っとくわ、今。あ、80ダメージが強いのかどうかだな。何これ、赤初めて見たんだけど。アーティファクトは関係ないんだっけ、ポニオ。わかんない、アーティファクトも一応送っとけば。アーティファクト多分高くくれるだけだと思う。けど200、あ、そうだ、200円で売ってたから買っちゃった。なんか、立花さんが一応送っとくわ。大量ヒールグレードランチャーとかあるよ。え、どこで拾ったのこの赤いやつ。のなくて、なんか柱の下行ったところ。ああ、あそこでか。え、これもなんかミッションのやつじゃん。あ、そうなの。うん、これをもう一個探してきて。え、なんかそんな重要なもん手に入れたの？あの一番下のクエスト。ああ、ここに5000円であれ買えるよ。黒いサンプル。ええ、何？ここの街の中にコロニアルユニオンのラボがあって、その中で素材を変える。本当？リサーチに必要な。まあ、言うてーなー。なんかレーションしかねえ。
ってなって感じなんで。バリバリ食えばいいんじゃない。でしょ、25とか30ぐらいで回復しないんだよな。まあでもいいんじゃない、バリバリ持っといてさ、あのウェーブとウェーブの間。でもそれってヒールガンでよくねってなるけどね、若干。みんな準備 OK なら始めるけど。え、俺まだ船にいるんですけど。はい、やってます。リロードってさ、多分やり、なんかやりきりっていうかあれだよね、使い切りだよね、アモクリップだし。ポニョ来た？まだまだ。え、だから近くに来なくていいんだよ別に。ただあんこに船にいなくていいの？じゃあ船にいていいの？いや船にいちゃいけないだろうけど、わかんないぶっちゃけ。なんなら立花さんも船にいるけど。あと来たら教えて、じゃあ二人とも。あ、人のは開けれるけど取れないんだ。なるほどね、何入ってるかなってチェックはできる。え、グレントランチャー使いにくってんの？本当撃てる。出るけど。マジマジってか、惑星来ましたよ。出るけど、これ微妙すぎて何ともだな。え、町にまだクエストを受けてないクエストあるじゃん。あ、じゃあ受けといて。はい、ました。はい、受けた？これ教えて。山田は着いたばっかりなんで、あの、月穴に映ってるだけだ。だから、あ、まあ、とりあえずじゃあ始めちゃうわ。うん、で、これじゃない？わかんない。なにこれ、セッティングザアリーナとかあったっけ、この下り。あれあったか。左。はい、相変わらずスタックしてるわ。左にするのになんで右に。大丈夫やろ。ポン、いるじゃなかったっけそれ。普通のグレネードもあんの。オフショブ。はい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 。終わりー。ゴミでは。ゴミでは。もしかしてゴミでは。もしかして？この柱のが。で、こんなん打つくらいだったらピストルとも会える。何？行ってます。右。に溜まるんで。無限に削していく。田島さんを縦にしろ。あいつヘルスモンスターぞ。あ、確かに。いや、てかリコイル難しい。バーストをライフル。もうピス止まってたらまっすぐだからな、ピストル。いや、左だ。人いるぞ、人です。人いるぞ。人は全力でやれ。なりすぎた俺。なりすぎた。400はやばいよな、マジで。グレーランゴミじゃん。人に対して無力とかいうレベルじゃなくない、少なくとも。いや、雲に対して無力だよ。左気をつけろ、来ると固まってんね、その裏。あ、一体来てる、一体来てる。あ、右にもいる、右の。あ、動いた動いた。右どうせスタックだから。俺は銃構えない。田島さんのことを回復していることだけ考えて。インから回らずにこの壁沿いに回ればいいかもね、左の。ちょっとダメージ食らったロボットは俺の近く来てね。じいじ回復するのめんどくせえから。あと右のスタック組だけ。あ、そう、すごい、右すごい。ヒール受けて。あ、聞いてねえな。ここまでは余裕だったからな、前回。そうね、回復しとけってんだろうな。終わりかな。あと1匹いるわ。サラダのバンチで出てからが本番。リロードしとけ。ここはなんかちょっと早い雲だっけ。ここ青い、青い雲。ここ青い。はい、左。見た目こんなんだったっけ。で、この裏に青い雲がいっぱいいる。もう1体いるね、左。はい、2体になったか。左手が正面か、こっちの裏、正面の裏。うん、青い雲が突っ込んでくる。正面の裏結構いる。あ、ビーム飛ばしてきてます、右側。立花やばい。あ、気持ちいいんだ。全然やばくなそうです。あいつノーダメージじゃないか。はい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 。花使
うやつもオーバーヒートあるのかな。ね、めんどくさいよね。まあ、なかったら強すぎるんだと思うこれ。まあ、ないのは多分初期銃だけでしょ、積み防止の。多分これ撃ってくるやつだね。左気をつけろ。左フォーカスだ。飛んでます。ヒットやった。ラグ。ラグくねあいつちょっと。ラグ。オーバーオールタワー自体ラグか。あとこれラグないぜ。いざ押してるなぁ。ラグ俺死ななくねえこれもしかして。いやまだ10レベルじゃないから追いつけって。確かに今これレベル6だ。未知の世界来るぞ。右奥にまだ、右奥にまだ。はい、んあの岩の裏かな。うん、いる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 。ラグくねえ。狙えないんだけどあんなの。このサーバーがピン200、200じゃん、120。 200? 200はないんだ。20ぐらいあった。左また左左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 左飛ぶ系はやばいね。こいつら普通？もうこいつらズームパンチしてくるからな。右、あ、左を置いてきたか。右はまだ来てない、反応なし。はい、黙々と倒してるわ。反応なし、まあそこで固まってるやつが。ラグって HP 回復したりするんだけど。わかる。え？ヒーリングガンやってると常にそれだから。ヒーリングガンじゃないの？敵の HP が違う、敵の HP が回復する。あ、ちょっと余裕じゃねー。これラスト？ラスト。次ね、アクネから。え？あ、え、これ出てけってやつじゃない？とりあえずここから。左に反応ありますね、左。反応ある？ある。両サイドにある、両サイド。はい、じゃあ左から行くか。うん。近いよ、はい、左近いよ、そこそこら辺にいるぞ、その裏ぐらい、ちょうどこの壁の裏ぐらいにいるぞ。こっち左手の法則だ。左手の法則だ。怖っ。俺が前に行く。そうだね。じゃあ右右右右右 右の方。はい、この裏ぐらいにいる。あ、確かに脇。うわっ、いる、いる、強度いる、強度いる。イノ D でイノ D で。え、なんか光ってんだけど俺。なんかこれはあれだっけ、ワフじゃないで、こっち終わりで、あのさっき右のよくスタックしてるあたり、はい、左手の法則だ。26体ぐらいいますね。あ、 いきなり世界観も危ない。来るぞ来るぞ、そこしょこの壁の裏にいるぞ。はい、合わせろ。うわ、足が速い。 D の D でスタックすんなよね。ちょっとカウンしたら D の D で。でもスタックはなかった。終わり。あともう次、次最後、最後か。うわ、これあれですね。てかあれスタックするの仕様なのってぐらい、なんかリスキルをさせない痛みになってる。いや、左左左も左にいた。左左左、挟まれる、挟まれると思う、これ単純に。なんかキモキモ。左大量にいます。はい、右も大量にいる。右でかいやついる。なんか地球防衛軍です。うん、左でも先に倒しちゃう。あ、一番長かった。始まる。あれスタックじゃない。でうん、何言ってるかって分からん。で、あの、でかいやつと、でかいやつが、ね、左もまだ、左も湧いてきてる、左も大量湧いてきてる。はい、ノックバックしてない。ノックバックしてる。死んだ。あいつ弱くね。弱っ。俺うまー。ボタンポチ。ヒロー、ヒロー。まだいる。左一匹、右一匹かな。はい、ま、なら右。あ、いる。あ、5万円だー。弱ー、弱ー。弱ー。俺うまー。ボタンポチー。ボスさんなくなったんだけど。マジで5万円もらったっけよ。フラグ持ってくれよ。はいね。あ、なんか開封機がね、なんかイエイイエイ、すごい不自然だけど。イエイイエイイエイ。お前ら1万5千円ぐらい使っていいよ。なんか自由に。クエスト受けてきます。はい。で、帰っとくわ。
欲しいもん漏れないし。どこだ？ここの上か？ここ確か売ってるもん自体は微妙だからね。ここで買い物はしない方がいいと思う。ちなみに。まあ、最初に来た場所はしなきゃいけないか。うん。ミニグレネードランチャーが売られてる、妙だな。でもこっちの外は外だな、外の反応で。ここか？なんか一風変わった屋外バーみたいなとこあんな。トレードフードしか売ってねえ。じゃあ R で話しかけた後、あ、これだ、見つけたわ、多分これかな。え、何これ、10万クレジットで何か買える。ここ怖い。何かを買えるって何？10万なくね。6万円で何か買える。ロストコロニーデータフラグメントを買います。これだ。え、そのこれ、えでも必要じゃない？フラグメントは絶対的にメインです。どうだから買わなきゃ。 オークショニアって書いてあります。なるほどね。オークションです、これ。フリードアイランドを手に入れる。10億円必要だ。BID ってこれ、もしかして、値切り？それとも、ここまあとりあえず6万円の安い方からやってみます。さすがにやらないと始まらないんで。ゲスト受けちゃうよ、俺。どうぞ。えい！お！買いました。俺ら、核持ってるしな。あー。フラグメントだ。オークションフラグメント。本当だ。あ、なんかアクセス to スペシャルディールインジェネラルストア。アクロスザギャラクシー。スペシャルディールできるよ。どっかで。どこで？ジェネラルストアだからあれだね。あの浮いてる感じの。あ、普通のやつでいいのか。え、多分なんかもらえる、なんかアクセスできるよ。なんか入れないって言ったとこあったもんね。なんか一個クエスト受けましたよ。はい。内容は知りません。見といて。ここでやるクエスト？まず。ここでやるクエストでしょ。なんか奇妙なクリーチャーを探せって書いてある。奇妙なクリーチャー？ストレンジクリーチャーレポートバック。アッパーレベルザ。あ、ここか。本当だ。奇妙なクリーチャーどの辺？上にも行けるのか。でもね、そう。あ、これ？そこ、そこの。こいつか。この中にいました。クエスト受けるやつ。だからね、結構ここ広いね。俺も今オークショニー初めて見たし。あっちの砂漠の竜巻とか見てくるわ、ちょっと。はい。レーダー持ちさんにその辺を頑張ってもらって。奇妙な。あ、スキャナーはやっぱもう一回。あ、います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 。あ、いる？竜巻の方。わかんないけど、竜巻の方に一応赤点の反応あるけど、あれ竜巻が反応してるのか？竜巻さっき反応してるって言ってたよね。うん。でも。あんま見ないよ。でも2個竜巻ある。あれ、でも1個結構奥なのか、あれ。竜巻。なんか、あそこにも、変な葉っぱみたいなの入ってない。ね。竜巻しかないけど。そうね、この竜巻は一応赤点だね。なんだろうね、これ。Each the sector of the strange creature。 このセクターでってことなの、これって。セクターの指定がないから多分そう。ここじゃないんじゃない、むしろ。だからこれ期限もないみたいだし。どうなんだろう。ストレンジクリーチャーいません。あ、なんかある。センターザバンカー。バンカー入れた。街の裏手。あ、これ XR2748 グリーティング。ビスケットバンカーでした。ついたことあるわ。クソ、どうでもいいわ。だっけ？お腹痛いからトイレ行ってくるわ。はい。ああ、
ワープするなら勝手にしてくれたら船戻るんで。まあミッションをやんないときなのかな。あ、これ、うん、そうだね。なんか世界中旅して見つける感じじゃない。そうだよね。書いてるけど、なんかアンマークドって書いてるから多分だからアンマークドセクターだから多分見つけ未発見のセクターかなんかでいるよみたいな話だった。ほい、そしたら次はどこ行こっか。一なんそう多分露骨に何これってのあれだろうな、闇取引してんだろうな。ミッションミッション、まあとりあえず448に帰るような感じでもいいんだけどな。448帰って報告するのが2個、いや1個だけか。まだミッションが近くにないんですよね、単純に。ここ行って。まあ、ミッションありそうなところをうろうろするか。よし帰るぞ。帰ろうか。うん、バンカー帰って。ああ、これ上からだとどっちが家なの、家っていうかテレポーターなのかよくわかんねえな。バンサンドアリーナじゃない方。カオスレベル 6.8 です。いけるいける。上限9とかなんで。え、まずいかもね。あー、とりあえずヒールしとこう。立花と受付もヒールしとけよ、帰ってきたら。うん、全然ヒールしない、やっぱりペアガンあの、するな。ジェットパックの、あ、まだなのか。まだらしい。俺もさ、今ポニョ帰ってくるまでサイエンスで見とこう。あ、見れない。あと1回ワープしたらコンプリートしますって書いてある。カスタムジェットパックヒューエル、最強の体を手に入れてしまった死ぬ気がしない。中入ってきたら戦ってって思ったけど、お前銃弾やといけないんだよな。負ける気はしないぜ。立花、新しくあのミサイルインストールしてて、そっちの方が強いから。はい。15発しかないけど、ダメージが倍ぐらいある。もともとの方の。あのね。数が少ないけど、ダメージが高くて、スピードも速いって書いてあるね。多分ロックの距離も短いのかも、これ。リミテッドトラッキングって書いてるから。市民戦と更新してあれとか変えるっぽいな。プラネセンサーコンバットレベル122。あ、他人のやつは漁れないじゃん。漁れない、うん、そう、さっきその話してた。うん、あそこら辺はハスガイね。フォーカスウェポンプログラム。あ、じゃあウコダイスちょっとやりたい。どこでできんの あれ。ウコダイスやる。なんかどっかでできるんでしょ。どこ、お前らの部屋、うん、いや、これラウンジだから真ん中、あの
食堂みたいな場所じゃない？ここじゃない？ここだね。どこだ？え、ブリッジから行ける？ブリッジからまっすぐ下がった方。あれか。ラウンジ。うん。じゃあ2は3が2個出るね。何これ？ゲームスターティングスーン。あ、何人でもできるのこれ？え？これ今やってんのお前ら？わからない。え、何これ5人でやんないといけないのもしかして？いや。これ結構バグるんだよなこれ。ゲームスターティングスーンって書いてね、だって。始まない選んだこれ。あら、なんか投げたけど投げてないみたいな。出てみた。なんか出た。投げた。え？何これで？とりあえずハンドしろよバカども。え、これ何これ？え？じゃないんですか？え？え、これ意味不明なんだけど。あ、ビドですわ。あ、なんか来た。何これ？いや、何が何個出るか当てんのよ。ビドするかチャレンジするか決めんのよ。ビドするかチャレンジ、意味がわかんない。どういうこと？数増や、これ以上出るなって思ったら数増やすのよ。これが、なんか指定したサイコロが、え？お待たせしました。よくわかんない、チャレンジ。え？来るね。立場にチャレンジした。一つしかなくね。一つしかない。おめでとう、君の勝ちだ。おめでとう。イーズイ。やるね。サイコロしてるよ、ポニオ。ドーム。はい。これ何？ドームを感じる。これ何だから？このなんか54151の画面は何なの？だから、ビッタン、ビッ。あれ、もう3枚になってる。何買ったの？確かに。俺はデータフラグメント。あ、そっか、オークションだわ、確かに。グリードアイドル。要するに、あれだよね、雇用的だよ、ね。ああ、うん。数上げていくから、そのどっかで絶対揃わないものが出てくるから、お前、うつついてるだろっつっても。真ん中っぽいところを選んでおけば、8曲目だよ、適当。そういうこと、そういうこと。10個あるぜ。それが嘘だと思うんだったら、嘘って、右下の多分、やつで嘘って言えると思うから。チャレンジ？チャレンジすると、多分、だから、お前、嘘ついてるんだろうっつって。チャレンジできる。で、本当にその数が揃ってなかったら、それは揃わんやろな、お前。20個3。左の数字は絶対上げないといけないから、どっかで絶対無理だ。ああ、なるほどね。なるほどね。だから自分の手札見つつ、じゃあこれの数字だったらこれ何個あるかなっていうのを計算しつつ、全員の手札ってことこれ。そう、全員の手札。全員の手札で合計何個あるか。なるほどね。わかったわかったわかった。2、6個あるやろみたいな。あ、面白いじゃん、これ全然。俺嫌いじゃないよ。こういう、いや、こういうってね。え、だってこれ、台湾はでも虚無だ。台湾は自分の手札見るだけやから。開けた、立花が。いや、5あるね。いや、6あるね、これ。6、3。長い。穴は嘘やろ。穴は嘘やろ。チャレンジ。あるー。あぶねー。ちょうどある。そう。いや、俺が3個も、俺が3個持ってたから。ないあぶねー。そう。俺が3個持ってたから、いくかなと思ったんだけど、なんか。俺も2個持ってたんだよな。これ、俺に来るんだ。どういう順番で来てんの俺。普通に上に書いてある順番でしょ。あ、上に書いてある順番か。7個あるで。うん。7はまずい。あ、いった。あ、俺が1個持ってないから。ふざけんなよ、6にしときゃよかった。6もでもねえな。7個はないな、これ。7は厳しくない？ 7 はほぼ、ウィナー。ウィナー。ダイスチャンピオンとか時勢を、実績を返す。え、俺こんなすぐ終わんのこれ。え？BO3 で終わり。なんか殴る。なんか荒野がちょっとちょっと。やばいぞ。遊んでる場合じゃないぞ。はい、合わせて合わせて。合ってるこれ。あの
勝利の演出だったらラウンドだった。いちごの気分や。今アスタアスタ。はい。なんかウイルス入れられてるし。ね。やっとさ。俺結構好きだよあれ。なんかウイルス直してみてこれ。やるやる。したらば289番さん、映画の始まりか。だから、法則以外のやつを探す。あれ立花がいなくない、まず。あ、ん、あれブリッジだよ、来ないといけないの。もう終わるだよ、はい。あと12秒。え、触れてるよ。あ、違う違う、再現性触ってんでしょ。あ、再現性触ってんだ、うん。なんか法則外、法則を探して、法則と違うやつを選ぶ。俺もできるんだっけ、これ。これだったら60、あ。あ、むずすぎないこれ。できたんじゃない。いや、もうしないよ。時間切れです。時間切れだともうウイルスに侵されちゃったのこれ。いや、もうウイルスが勝手に消えていきました。あ、時間で消えんだ。そんなんやっけ。でも80秒とかで。なんか、ベノがドイソール。お、来た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 、行くしかねえ。行くしかねえ。行くしかねえ。練習の成果が。ハイローラーステーション。出た出た。マジで、マジで素敵なやつだよね。来た来た。え、これ。一番クレジットで入れるよ。一番クレジット3人じゃねえかよ、はい、え、これ1人1万円なのかな。あ、そんな、いや、みんな入れんじゃないこれ。入る入る、いけ、来た来た来た。おー、シャッターやついるぞ。おー、やってる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 、さっきで、さっきで遊び方は学んだからな。みんな勝てよ。え、これ、そうじゃないんだ。各自3チップあるとフィナーレゲームに参加できるとか言ってる。1万円も払ったわけ。ここが入る。ここ入れる。ここ多分、ここ多分あれだと思うよ。フラグメント。終わった瞬間置いてもいいなとか言っちゃうな。しょうがねえ。多分チップ3枚集めるとファイナルゲームに入れるって言ってるから。勝ってくるわ。任せろ。任せろ。任せろ。予想。真ん中行きたかったな。まあいいや。参考。嘘だね。は？はい。バリングスいいやんこのゲーム。3人か。うん、これボヤさんいないこれ。協力するよお前ら。イージー。5個あるんだな。5個あるんだな。来た来た。4個ないんだな、ザコがよ。おお、トロールやめろって。トロールやめ。3回勝つと真ん中の部屋で7人の試合と。これでもさ、自分がポイント得るためにはさ、上げすぎても良くないよね。なんか難しいなこれ。え、てか相手がすげえ下手なんだけど。そう、なんか、あ、向こうで忖度し始めちゃうとほしいんだけど。え、もうこんなんもう勝ちなんだか俺。だからギリギリを攻めないといけないんですよ。どっちにしろギリギリいけない。あ、真ん中のとこ1人しか入れないのか。これ全員で真ん中行ったら団子できる。団子団子許されないから思ってるぜっつって。俺は早く3回勝って。バカ野郎、バカ野郎いる、あ、こいつうまっ。黒とトロールいるんだけど。わかる、トロールいる。俺もやる、俺もやるか。チャレンジ、チャレンジ変えられないの。チャレンジ以外選べるから。あ、めちゃくちゃある。チャレンジは左の数字を1個出さないといけない。そう、あ、ウィナーしました。だからやるね。そう、あの最大数だから同じ、同じ数字1個ずつ増やさないと。そう、上の印で増やさないといけない。増やすかこれでやるかって感じか。これ3回勝たなきゃいけないんですかこれ。右上に変なの溜まってってるわ。なんかチャレンジ、よしよしよし、騙されませんよ。よく言ってる、社員受験なこいつら。チョンボすんなって。サイコロ見えてへんだけど、振った。ちょあの、あと一勝すれば勝つよ。絵にマルコが勝つやん、こんな。チャレンジいった。いい。あるんだな、4個、ザコがよ。いいぜよ。お、チップ2個目だ。あれでも、ね、たまったの、サブラさん。これ俺が3回勝ったから貯まるよ。宇宙船見に来たはずのリスナー、無事チンチロ見せられる。普通に俺ストレートだったんだけど。フィーダーいると困る。
はい、結構困る。溜まったから多分。てか3個溜まってるでも。あ、ボタンが入った。ボタンと真ん中のセンターのテーブルに入れるみたいなこと言ったから。本当は誰でも入れますよ、これ3個溜まったら。お、あ、もう勝手になんか溜まった上。こいつ強え。え、この挑戦権をかけた俺らの中の勝負すべきだよこれ。船帰る。めんどくせえじゃん。いや、船帰ると船。いや、一番強いやつを持ってるダメだろこれ。だって。ザコに出て負けてもらったら困るんですよ。1万円払ってんだよ、こっちは。そうそう、1回も勝ててないやついない？ラウンジ行くぞ、ラウンジ。ザコ言う。なんで勝ててない？なんで勝ててないんだよ。マルコ強いよ。ラウンジ来い、ラウンジ全員。え、マジトロールいたら本当簡単だよ、このゲーム。マルコ強いよ。マルコ倒してくれよ。しかも最後のやつって5人。あ、リーブできるよ。あ、おそらくリーブできるよ。最後のやつって5人のやつだから余計めんどくさいよ多分。全員よこれ。あと1人いない？行っちゃう全員。えめんこれ。これってみんなもう振ってる？サイコロ。いや多分先にバイオとポニョだけ始まっちゃってる。銃を持たないよ。じゃあ抜けるか。じゃあ一回抜けて座るわ。はい、座った。これで全員同時かな。長い時あるよねこれ。じゃあ銃持っちゃダメなんじゃない、単純に。あん抜けなさそう。始まんなくね。始まんなくね。全員一回抜けろ。はい、抜けて抜けて抜けて、はい、座りまーす。はい、これできんじゃない。ほら投げた。やってやるか。いきなり5とかやってくださいよ。すげえな、この手札。え、俺なんだ。 5×5。 あ、上の単純 5×5。 相当強気だな。5人いるから5あると思うだな。まあ、マックス25だから。チャレンジ！どうだ、あいつ。あいこさんで、ね、よしか。はぁ、強キングおる。誰も持ってないのか、他。強キングおる。リーダー言うと簡単ですわ。持ってないからニヤニヤ言うの。リーダー言うと簡単ですわ。7?7?7 ないと思うだな。フィードじゃないですか、これ。お兄さん？チャレンジいった。お兄さん。1個足りない。1個足りない。7はね、25分だとちょっとやりすぎよ。ワンチャンあったな、7。いや、俺の手札に3だか2だかあったから。意外とね、偏ってる。2ペアは多分ね、強いよ。強いね。情報がね。6！ 行くね、君たち。デメ変えてもいいんやで。誰がやったの6？ え、デメ変えれんの？デメ変えるよ。右のやつでデメ変える。本当は変えれるわ。右って何？使用しろだった。いや、サイコロのところの右、サイコロ側の方の矢印をいじるとデメを変える。ただ数字変えても数字だけだとダメだから。あれじゃ手札のデメが変えれないでしょ。手札のデメ変えれない。あ、そうだね、そうだね。バグ、あ、こうか。え、数は手札さんっていかない。6やったん立花さん。やるんだったらデメ変えたとしても数は手札さんっていかないから。気付くねこれ。俺1個も持ってないよ。だから。お。心理戦来たよ。俺1個も持ってないよ。俺も持ってないよ。1個も持ってないよ。俺も1個も持ってないよ。ほら。いっぱいある。1個多い。ずるじゃない。1個多い。あ、1個多いってセグなんだっけこれ。セグ。多いのはもちろん。少なかったらだめ。少なかったらだめ。フォーカーだ無理ですよ。弱。弱。まあ俺はそんな無理しないよ。人が来るぞ、気をつけろ。間違えた。4。全然ありそう。これ勝ったらもう一回やらないといけないってこと？そうそうよ。間違えた。間違えました。上げすぎました、数字。これもう下げればいいじゃん。下げればいいじゃん。上げれば下の下の矢印って言ったら。下の矢印ないんだけど。あ？左、右はないけど左はあると思うよ。うん、あ、左押したら出た。そう、右もいじれる。上げすぎだったんだよ。チャレンジが
チャレンジが お前ダメだろっていう。お前嘘ついて、1個前のやつ嘘ついてるっていうのはチャレンジ。ね、そう嘘ついてるっていうか、まあ、嘘って変だけどな。7!?! 上げすぎて焦って銃出し始めた。行くよな。もう行くよね。俺のしかねえよ。俺のしかねえよ。7はない。ないだろ。7きついな。ない。そう、7ない。5とかでもね、結構、うんってなると思うよ。ったらだってねえよ。自分の手札が4枚だったらあるわ。全然あると思うけど。だって6、出てない人いるからな、多分。6分の1だからね。そう、6分の1で5だから。平均4だから。みんなね、結構ね、攻めるけどね、基本ないから。リーダーのフィード。基本同じ目は4なので、4が、割と分水で。これ受付に行って、これ、ポニオがフィードしてない。そう、ね。フィードやめてください。そうだね。なんでブラフやってるの？はい。5! よっしゃ。え、なにこれ？5はね、何が 5? ジェームズ・ボンドが見る爆発の仕方やね。はい、6の2。2が 6? もう危ないライン来てますね。俺2、1個も持ってないよ。俺に1個も持ってないわ。6の2。いったー。いや、ないかー。いや、ないよな、やっぱ。この銃ってやめろ。ハンドでしょ、1、1押せて。まあ、やっぱ5。受付が攻めるのか。そう、ポイント取るには攻めないといけないんだよな、でもこのゲーム、一応。そう。ギリギリを攻めてチャレンジしてもらわないと、まあ、自分がチャレンジしてもいいけど。4の6。手札うんこなんだが。もう0点のやついるぞ、0点のやつ。0点のやついる。いったー。あ、フィードか ?2、3、4。お、4がある。フィードだ。フィードですか、これ。うん。フィードだ。じゃあ、受付、決勝進出おめでとう。頑張って。ちょい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 。なんか、頑張って。でも、ザコがフィードして終わったけど。まだここじゃない。ザコ2人がフィードして終わった。いやいや、俺1点取ってるし、田島さんも1点取ってるから。確かに、0点に言われたくないわ。ほんと俺は見てよ。外から見れるのかな。見れる見れる。あ、見れる見れる。入ってった。あ、すごい見づらいけど見える。負けたらどうなるか分かってんだろう。これ途中参加なんだけど、卑怯じゃね？きつくね？途中参加。途中参加ではなくない？だってこれ。いや、途中参加。で、1点だって入ってるよ。1点入ってる。抜けて入れない。あ、じゃあ、あれよ、これ勝手に進んでるわ。そう、だから先行だったってだけでしょ、多分俺がいない扱いになって進んでるから。え？ゲーム終わるまで待たないと、それは。あ、じゃあ俺のそうな人、なんでやねん。4の2らしいっすよ。あげるね。6の6。まあ、チャレンジいくよな。6の6はやる、ヒードやめてください。ヒードすると本当困るからな。ヒードやめてください。チャレンジしろや。いや、ただ俺さっきの2は俺が持ってた。2の4。食べ物売ってる。4の1。6の5。6の5はちょっと。いいだめください。フィード、フィードされちゃうか。無理なんだけど。フィードされちゃうか。あいつらコンビニでしょ。身内してる。え、無理じゃないこれだって。断固してないっすら。どう終わるんですか。そう、だって何もしてないのにチャレンジし始めてね。さっき2ポイント取ったやつ誰だっけ。立花だっけ。え、立花だけ取ってない。
取ってないよ。あれ2ポイントのやつに誰かいなかったっけ。え、俺1ポイント2か1かわかんない。サフラン次受付負けたら次サフランだな。ん、あ、さっきの試合で。そう、俺1ポイントだよ。2、3、4、やっと1ポイント取れたか。お、いいぞ、引き止めてもらっていい。これ3、ここも3ポイントなのこのテーブルも。多分ここも3ポイント。ただあのフィードで勝ってるやつが両サイドにいるからさ。お、回ってくるか。回ってきたぞ。回ってこないとな。これはもうフィードでしょ、こいつ。だ俺にもう2個持ってんだよな。あ、さすがにないか。危な。でも6だ。あれあれダメだ。ちょうどあった。ちょうどあったよ。あ、俺やっぱ2個持ってるからダメだな。ジーザー。ワンチャンあるな。やばい、終わる。そこのライン。終わる。やばい、あいつらフィードしちゃう。そこのライン、どっち勝っても絶対あれだよね。7の6。勝てないか。負ける直前に立て、席を立て。いいな。席を立つことにより。負ける直前に。開けろこれ。中でもできる。あれ、ウィナーしたら人減った。いや、俺が減っただから。そう、サフラン入れんじゃん。入っちゃえば。1回戦まで多分あのいないやつかなってるから。持ってこよ。俺サイコロ見えない。あ、見えるわ。あのね、それ下の方にやると見えなくなる。上に上げないとね。逆かな。なんかすごい見え方悪い。いないよ俺。6の5。行くよな。で、サクランサーズだね。あとは惜しくないよな。多分点数取りに行かないといけないから、しょっぱなギリギリ行かないといけない。きつくね。ヒートしまくるから、こちら。だから、サクランがもう初手で、さえ決めれるんだったら、もうギリギリ行かないといけない。いや、決めねえ、この手札じゃ、俺。いけ。あ、いや、出ないと、マジ、次のやつがバカなやつを出して、次のやつがさらに点取るから。5の5でしょ、それ。5の5だったかな。4もあ、もう4はね、いや、あそこでフィードするのはね、多分ないから、大丈夫だから、言ってんだから、まだ。ほぼほぼ4はあれだけ、あの、あるから、8個あるのか、8個ある。すご。大変そう。2の4。ごめんなさい。チャレンジしないでしょ。あいつ4、1個持ってるぞ。ああ。多分。でも上げないとなこれ。5いけ、5。5いけ。5いけ。よ。あ、チキンですわ。お？いった。ある。あるよね。5でいけたやん。5でいけたわ。朝。結論的に4は絶対やる。まあ、絶対っていうか、まあ、高い確率あるから、5に出すかどうか。回ってくるか？きついな、でも。回ってこない。あいつはいちゃってない。まあ、基本は確かに4あるな。4は基本的にある。あいつはいちゃってない。もう全員違う。団子やめてもらっていいですか。4の4ですよ。あるんですか。あ、いい勝負してるね。4の4でしょ。5で攻めるか4の4を咎めるか。4と5のライン難しいよな。4はチャレンジでしょ。5の4いった。泣くねえもん、そしてこれ。あります。あるある。あぶねえ。俺の足りた。あぶねえ。やるね。しかもまたいい形で回ってくるぞ。お、6の6。チャレンジするな。あ、しちゃった。いや、次サクランスタートから3、4、5。あ、6ある。でも6ある。サクランスタートからでフィードしても問題ないから割と攻め。決めろ。決めろ。手札頼む。5で決めろ。5で 5だと多分チャレンジされるから。5か6だと多分チャレンジされるね。5でもされない時はあるけど。ああ、おお、7の1ってなんだあいつ。フィードですわ。あ、けど6の1あるんだ。6の1はあったね。
7の1ガチフィーダーやん。いやもう何もできないんだったら6の2終わってくるぞこれ。7の4これはハサに行け、これはハサに、いやーこれはハサに、いやーこれはハサに3個あるんで4回はじゃあむしろあのスイッチしてもで行く8で行くのか。いや8はきついぞ。8きついと思うぞ。アレンジでいいと思うけどな。いった、ちょっとないこれ。7個です。ありますねこれ。わあでもね。でまああいつにフィードする分にはでもこれ回ってこなくね。回ってこないと思うこれ。あいつにやらない。あ、取ったか。あこれあるんだったら、ワンチャン回ってくる。ワンチャン回ってくるけど多分サフランで1個前で多分止まる。やめろやめろ。いやこれだってただそうだね。フィードしてくれ。始まるから。そう。ここで2の。いいぞ、いいぞ、いいぞ。え？わ、チェックしに行ったー。終わったー。終わったー。1しかない。強かった。強い。意味わからん。何個でしょ、最後の2の5は。ああ。次番よ。次。はい。次番よ。いや、手札に4あるときついな、ちょっと今の。あ、今、どっちにしろアウトだからね。8って言ってもアウトだし。そうね。これからいけんの？でこれ5の4ですわ。はい。来いよ。おお、来いよ。見づらこれ。いくらでも談合できるけどこれマジで。あけど勝ってる。だけん。1の3。なんでだよ。談合だろそれは。談合だろ。な、負けないっていうよりは勝つ方が難しいんだけど、もしこれ。そう。そうだよ。ギャンブルゲームは基本的に全部だ。負けないのは簡単だけど勝つ。いやこれね、こうですわ。攻めないとね。いや攻めない。逆に攻めない。1の4ですよこれ。これで俺まで待ってこい。もう一回。五。あげんなや。唐突な五。チャレンジ。一つ失敗。勝ちに行くやつおる。勝ちに行っちゃうか。なんだあいつ。今までは最速では。四の三。五の五。五の五か。いやこれ俺は行きますよ。クレス的にはまあ手持ちに次第だけど少ないって少ない。6の2ですね。来るだろお前。勝ちに来いよ。おお。7。おお。いや7個もないだろうな。えなんかえ？もしもし？俺以外で談合し始めたねこれなんか。なんで来ないあいつ。あるわけねえだろ。わら。はい、2ポイント先行してるから。俺のターンになんか団子始めんなよ。のもっともっと攻めれない、もっと攻めれないか。おかしいだろ。もっと攻めれないか。攻めれないかとかじゃないだろこれ。わかんない。できら。いった。おかしいだろ。おかしいだろ。6は甘いですわ。6は甘い。さっき4とかチキッツとサフランとかやついて、俺6やってんのに来ねえぞ。ちょ、2じゃねえ。あそこで談合してるだけ。ふざけんなよ。なになになに？これ難しいんだけど、普通に。難しいってこれ無理なんだよ。そうか、あそこでイチャイチャしてる。あいつにポイントあげるのやめようぜみたいな雰囲気漂ってんだけやん。なんで俺からスタートなんで毎回。おかしいだろ。また6チャレンジしてもらわないとポイントもらえないから上げるしかないこれ。もう6だよおい。6なんてないだろうな。あー、6あるやるね。頑張ったよこれ。
ちょ、団子マジでやめろ。団子マジでやめろってお前ら。回ってこない、回ってこない。6来るぞ。いいぞ、3の2で。いいぞ。やめた。ガンチやん。ガンチ無理だよ、こんなの。はい、次、次。はい、次、大丈夫、大丈夫。それ、それ、すぐ座れ。あの、最初のターンなくなるから、座っとかないと。大丈夫な、はい。団子された。無理だ。無理ゲー、わら。攻めればいいのよ、こんなもんは。いや、だいぶ、だいぶ攻めたよ、俺。なんだろう、これが数の力だ。は？いやいや、ビビ、ビビ。めっちゃある。とんでもないから。ちょっと？あ、踏むカードある。さ、さ、マイク。いいな。いいなとかじゃないやん、今のは。ファイブカードずるだな、ちょっと。え？3つ。ファイブカードは7いきますわ。むしろ7でよく許してないです。は？全部見せてくださいよ。立場の入手見て。全部見せてくださいよ。お、6の6いった。ここをスルー。ハハ6よくない気がする。なんかスルーされない？ 7 きついんだよな。7、次7でゴシャン君が行く気がする。どうなんだろう。そしたら勝てないよな。断行されてて受け。左3人前勝てるんだよ今日は。いや強いっていうかさ、あいつらがなんかあいつらいちゃいちゃるからさ。行って、ほら行くね、それは。3、4、5、5。死ねえや。いやでも、でもここでこいつが取って次の番からになって順番が変わるから、まあありなんだろうな。そうで、立場のターンでチャレンジできる点数になってくると思う、これ。あー、でもこれいけんじゃない、立場。ほらほらほら、6の3だから。ほらめちゃくちゃあるー。3 無理やん。フィードですわ、フィードですわ。攻めとか守りとかないやん。0点、俺0点。攻めないと勝てないけど。これまだやってんやつ誰だ？これで一瞬ポニョか。ポニョ、ポニョ、ポニョ、座れ。またこいつかよ。またこいつかよ。同じやつ買ってんな、毎回。談合だからさ、しょうがない。ね、同じやついつも買ってるよね。まず順番変わったぞ、これ。ポニョが一番左になった。今回。お、回ってくせよ、しかもいい数字で。な。これ一番だるいんだよな。自分の前に終わっちゃうの。そう、そうすると自分が勝負しなきゃいけないから。いやいや、淡いんですよ、君ら。お。お。お。はぁ。音を見せるか？さっきそれやったよ、俺だから。次のやつは5とか上げるだけだよ。4。4。いいんですよ。ここで止まるからね。4で止めてくるんだ。ちゃんと対戦相手の顔色見てた？君ら。見てなかったでしょ。サイコロしか見てなかったでしょ、君は。来ますよ、ポニョさん。これでも、また君と、あ、チェックしに行った。君と同じ、君、また同じ順繰りで、回ってきちゃったけど。相手の顔見たけどね、何も考えてなかったよ。ああ、相手らずっと談合してただけだって。ここだ。なるほど、確かに。ポーカー？このゲームは。勝負手がある、自分の手札の。行った！行ったー！見に行くよね。あるやるね。これ勝負しなの。 あいつちょっと眉毛がピクッてしちゃう。あれだから断行ゾーン、今から断行ゾーン。断行ゾーン入りますよ。ほら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 、イチャイチャしちゃいますよ、これ。こいつら
いやでもいい感じやね。いやもう2だから。でもこれは当てる1の4個目だから、1の4とかもうやる気ないよね。勝負して勝ってあいつのターン終わってって感じだな。2のやつの上げた思います。上げた団子来た団子ですわ団子来た今のあるじゃねえかよ。団子ですわ。はい、受け付けに帰ってきたよ。おーおお、ガチ団子やん今の早く終わろうぜって言ってたよ無理じゃね。いやいや多分結構ここなんだよな、フラグメント。ほぼほぼフラグメントあるよ、あるよ。だってここにあるもん、商品のとこに置いてあるもん。あ、やっぱそうなんだね。え、うん、ほら、ほんと置いてある。ほんとだ。バンバンだよ。まあここのフラグ、世界にフラグメント4つだけってわけじゃないだろうから絶対もっとある、ね、そう、どうにかなるだろうけど。何のでもあれがもらえんだよ、これ特殊能力ツンコダイスどこでもできるあれこれ始まってる？見えないんだけど。あ、見えた。行くね。俺に回ってくるまでね、勝ってるだろ誰かが。見に行った。やる。なんで勝つの？ある。お、いや勝ってんの？勝ってる。やるね。ナチョス食いてえな。わかる。ナチョス食いてえ。みんなチョスって。なんか。ポテトチップスみたいな。そう、なんか三角形のなんか。ポテトチップスじゃダメなんですか？あ？ポテトチップスとは違うんですよね。あ、タコスみたいなのりだから。味タコスみたいな。四の一。タコスを食ったことがないわ。四。あ。本当のタコスを食ったことないですね。四でもない時あるからな。七の五。君攻めるね。ないのではさすがに。サウスパークにタコス先輩がいるの。やるね。いいですか。いや、あるー。やるね。いいある。強くない君。今んとこ行けますよ。あ、いい。あいつ観察してたな、例えば。回ってくれば熱い。いや、行っちゃうってことだ。必死で団子してます。やべえっつって。あいつ勝っちまう。これ五社に入るから。熱いよ。いいのやついないよ、他に。4の6。次のやつにでも点数取られてもいいから攻める分にはいいのか。そう、5で攻めれば6か5で。もう点数ができた試合だな。ここでいった来るか。こんにちは。来た。あ、でもなさそう。なくね。1個足りなくね。1個足んねー。2だってできてた。パッキー君に入る分には。いっちゃいっちゃい、始めましたこれ。いや、流れてきた結構。流れるこれ。流れてきた。さすがにないでしょ。俺が2個持っちゃってんだよな。いやでもね、さすがにね。全然危な。やるね。やるね。落ちました。君がやっぱで優勝してたしな、さっきも。さすが。で何もらえ、もらえんの？あ、もらった。あ、別にここのやつなくなってないけど。ランダムチャンス。クレジットスクラップ。なこれジャンプするたびに、ね、スラップの解体ごとに、いや、グラント1なんだ。ジャンプするかスクラップ解体するごとにクレジットお金をもらえる。お金いくらもらえるんだろう。えそれもランダムなんかね。チャンスって書いてるから。確かチャンスいいよ。何時間ここ行ったんだよ最強キュールじゃねえんだよマジで結局全員やってんじゃねえか無事一周。どこ行くの次。次は Go to Inspection 1732。あ、近くにある。ちょっと待ってね。ちょっと Wait please。 真横になんか出たんで1732です。いや1時で大丈夫ですいや昨日もなんか異世界転生しに行ったしな。重なってんだけど。
462でいいんだよね。ん ?1732 だよ。あー、逆だじゃあ。いや、オフした、オフした。危な。なんか合ってたよ。お !15%。あ、なんか、クーラント、え、これ強くない？ワープしたら今、クールが伸びました。あ、レベル上がった。レベル上がった。ここ。怖、ここ。あ、ただ。インスペクションステーション。研究しとかないと研究。あ、船動かないんだけど。インスペクション、だから調査するだ。ステーション調査。船が動きません。え？あ、テレポートできないんだけど。船が？なんか、やられてないポニオ。え、俺今、いや、やられてませんよ。なんかロボット入ってきたね。え？ロボット入ってきた。ん？え？ブリッジにはいない。入ってきた、入ってきた。あ、エンジンの方にいる。ただ、敵じゃん、敵対してない。あ、なんだ。まあ、アラームの鳴ってないしな。あ、本当だ、センチみたいなやついる。ポータルのあれだ。あ。ポータル2の。本当だ、なんだこいつ。なんかめっちゃスキャンしてるけど。スキャンさせるってやつなのか、もしかして俺ら、後ろ。あ、そういうことか。あの、調査したりってことか。インスペクター。うん。違法は。あー、なるほどね。パーツついてないか。警察やん。検問ですよ、検問。大丈夫ですよ。こういうのやるの面白いな。ね。僕たちは、クリーンですよ。このグラフィック見てると、プレネットサイトを思い出す。また、さっき俺、さっきの街で、麻薬を買うみたいな選択肢だったの。ね。さすがにな、ちょっとなと思ってやめたんだ。葉っぱしか吸ってないですよ。大丈夫ですよ。何もういいって言われたの？いや、船がまだ出てきてる。でかいからね、調査の船が盗難したのはいいのか、多分大丈夫です。いや、知らん、知らん、何言ってか分からん。だって、あれお金払って、ファンフラグは刺したからな。大丈夫ですか？大丈夫でしょ？船でかいからちょっと時間かかるだろうな、これ。打ち壊して、船体歩いてんの？歩いてるよ、今。打っていい？まあ、やめて、めんどくさいから。1万円だとマイナス1でするのに。あっ、パーツコンプリート。ほんと。ヘッパー。どこのか？あ、なんか。なんかワープもできない？そういえば。いや、もう動けるよ。あ、違う。なんつうの？何つうの？完全にあれなのかな？遠くになんか、あ、ちょっと関係ないあれ。あれ、警察とか言われそうだけどね。470でいいんだよね。ここ、あ、ここは終わったね。うん、470だね、とりあえず。アースだよ。はい。まあ、ただ降りて、なんか、見に行くだけなんで、ミッションとかないっす、今んとこ。あ、スクラップ1個増えた。赤いやつが出てるから、できるかも。なんか、かっけえ星がある。シップたくさんいるね。ほんとだ。さっきなんか、シビライアンもなんか、敵対したから、あんまり近づかないんですよ。今回でも赤くないんだよな。いや、なんか近づいたら赤くなる可能性ある。全然プラネットかなり温度低いらしいですよ。まあロボが来たことあるとこかな。どうだろう。あ、来たとこあるとこだ、ここ。来たとこあるんだよ。あるある。あんた。うん、じゃあ次のとこ、あれするわ。次のとこ行くなら、あれだ。サイエンスを見に行かないと。あれか、あと2か。ここなんか、あれじゃない？サフランじゃないわ。立花とかは帰れないっす。そう、船戻ってきて。あと2回ワープしたら、戻んなくてもワープしたらいけるよ。UI がどこのやつ取ったか。はい、それ俺タレット取らなきゃいけないんだよね。790に合わせてよ、今一瞬ついてたやつ。あ、待って。どうも。合わせた。なんかもう朝飛べるんだな。そうだよ。スクラップめっちゃ増えてくやん。飛ぶために1増えてるけど。あ、なんか来た。バウンティー。めんどくせえ。よっぽど金がないときじゃないとやだ。言うて今2万3000しかないのか。なんかハイダウトか。次、AOG ハイダウトっす。めっちゃ前にあるじゃん。うん？そんなんか前にあるんだろ？え、戦線途中にそこ近づいたら危ないよとかじゃないの？多分。まあね。将来的に掘れるようになるのかな、これは。カオスエレベル上がったよ。7なったよ。まあ何をするにしても上がるらしいから。イエーイ。あ、かっけえ。おー、ここがハイドアウトです。うん、でも廃墟っぽいけど、ちょい生きてるこれ。
ハイドアウトだし。トレーディングステーション。ステーションに飛べるね。ヒートリダクションってヒートってこれもしかしてリアクターのさヒート下げれるやつあるけどいる？12% 増しになるよ。いや多分つけまあないあの枠空いてんだったらいいと思うけど。あサフラン取れたよ。取れた？うん。これタレントに増えるってこと俺の？そう。スキャナーモードリサーチマテリアちょっとどれだ？普通に街っぽいな。ファーストライフル 50% で売ってます。いいよ。メインタイトルはどういうこと？本当だ。ってかセールしてる。アイテムアップグレードです。セールしてるやつは熱いな。どれだっけな。なんちゃら UI って書いてたような気がするんだけど。マニューバ26。マニューバ26って前のか。あれまだ取れてない。いや、一番上だよ、一番。あ、シリンジめっちゃ売ってるわ。シリンジめっちゃ売ってるから買っとくよ。安いなら、はい。フィールド。なんかね、カスタム DNA とカスタムジェットパックじゃない俺。え？ん？カスタムジェットパックフィエルじゃないの？あ、その話？え、ちょっと待ってね。え、スタブランの一番上何？俺の一番上はなんか、あ、ほんとごめん、今出たわ。ハンド。何なのかわかんないけどね。で You have received the delay。 ないないない、なんか変なもらった。シリンジ来た。シリンジで、普通にシリンジが。1万9000円だから買えないな。結構すぐ減るな。減る。一社を壊さないとねって感じ。エンジニアのリアクターのクーリングレートみたいなやつ。はい。これ何変わったかわかんねー。2ワープ5です。2ワープ5。さっきあれだから、あの6万使ったからだから超えないの。そう。5万増えて6万使って結果的に1万減ってるからな、金稼いだように。アウトポスト448多分打たれるかもまた。けど448で。なんか報告しないといけないから、はい、急いでやってくるわ。797さポニョを調べれる？どこにあるか。797、うん、行ったことあるとこなんだけどさ、メディカルサプライ取って報告ってやつがあるから、それやっちゃいたいんだよね。北です。北、あ、この辺だ。もう俺がサーチしたら乗ってんじゃない？遠っ死ぬほど遠いわ。さすがにあのとこ行けないな。ミッションってアバンドンできないのかな、これある？あーでもないっぽいな。EU からの評判が上がる。はあ、やりたい。まあ保留だな。じゃあじゃあどっかにミッション受けに行くのってどうすりゃいいんだろう。セクター CMDR ミッション受けるってどこでやりゃいいんだこれ。まだ行ってんのってどの辺だっけ。左とか左側かな。左側行くか。じゃああと右下とか。確かに右側と左側は多分、ね、あ、俺ら上下しか行ってない、うん、真ん中の下ら辺行った時に右のエリア入ったらとんでもない強さだったから逃げ帰ったからね。そうそう、だから右方向ってないのと、うん、左向かうか。じゃあ、まあ、左の方向かいます。あれ、あっちの方にコロネルステーションみたいなところ、ウイルスショップとかもあるから。確かにそっちの方向かうか。ウイルスショップある。お、あ、あとここ自体は何もなかったの？降りたら。ベストとか。え、なかったよ。普通のお店だけ。お店だけだったんだ。はい。サブラン合わせてじゃあ。一回来たことある。合ってる？合ってないか。あれ、サブランいなくね？これ。いねえわ。どっちだ。1708、どこだ？あれ。
モニオ、何かあったか分かんなかったわ。分かんない、相手の船見たら何か変わってるかもしれないけど、まだモニオ、これセンサーってどう使うの？これセンサー、オペレーターセンサー、センサーディッシュってやつ。ああ、ここで R を押して、これ何ですか？なんかバシッと左で飛ばすのは、あのなんかステルス、ベリックハンターディテクテッド、サポートだよ。あ、じゃあなんかレアアイテム持ってるとこの街右なります。入ってきてる、入ってきた、入ってきた、取られんな、取られんな、なんか取られる気がする、レビックハンターって。俺カーゴの方走っていくわ。あ、任せるよ、 3人でいいでしょう。うん、ウイルスがやばそうだ。ウイルスが入ってきてる。どこ場所？あのテレポーターのところ。はい、あちらシールド行け。で、走れんわ、やばすぎウイルス。あとちょっとオーバーヒーティング。おい、あと242、あとちょっとなんだけどな。強くね、オーバーヒートしまくってる。2発から私います、ちなみに。はい、ハンター1体は死んだ。 あと16、バンティハンター1体死んだ。あと16なんだけど、はい、生き残ってるわ。逃がすな。どこ行ったあいつ、どこ行った。逆に今裏側、カーゴの裏側のとこ、テレポーターからカーゴが倒した、倒した、倒した。ナイス、以上か。いや、まだなんかまた入ってきてる。逆にレリックハンターだったらなんかレアなやつ持ってんじゃないの。な、敵の船倒せる、倒せそう。サフランは運転しといてる。あ、運転するわ。じゃあそうね、ウェポン見てくるわ。敵の船がどれかわかんないんだよ、でも。ああ、敵の船はブロックだって書いてる。飛べないわ。敵の船あれか。ああ、A あったね。見えたわ。とりあえず削って飛べるようにしないとダメなの。あ、とんでもない、なんかあいつなんか。え？あ、食らったらシールド7割減ったけど。え？いや、大体そんなもんだよ。あ、そんなもんだ。うん。撃てません、方向的に。で、撃てる。あれ、ただ火力高いな、さすがに。高い。きつきつきつ。当たんねえ。メインタレット撃つの下手、俺が、単純に。メインタレット変わるわ。はい、お願い。シールド増やす。シールドに回して、メインタレットも増やすわ。あー、これ、このタイプか、あいつ、あの船。これ、このサブタレットの方が性に合うわ。てか、多分、8番じゃないと、キル的にも制御できないから。あいつのアーマー下げたわ。あいつシュート終わりそう。ウイルスがうっとうしい。ミサイル飛んでくる、壊した。多分ね、ミサイル壊すんだと思う、やっぱり。そうね、一発だけなら壊れる。でもね、なんかな、乱れ打ちされるとさすがにね。乱れ打ちはあれあんま強くないから。あ、まあ、ね、いい、上がったわ。ちょっと俺向こう行ってくるから、はい、壊せるよ。相手動きが真面目です。いや、マジで、ね、こんな動きできないから本来。うん、スピード上げたわ、スピード上げた。あの動きして、あの動きしたいね。無理なんだけど、どうやったらあの動きできるんだろう。避ける動きがすごい、相手マジで。なんかレリック、なんかさ、びっくりマークついてるんだけどさ、弾とかに。何これ、何ついてる。なんか多分こういうやつを研究したんだと思う、こっちが。これがあれがポニョの言ってたやつかな、 UI のやつでしょ。うん、ミサイルも見やすいからね。そう、あとめっちゃ撃ち落としやすい、これ。でも味方のも出るからね、たまにわけがなくなるね。逃げられてます、距離遠すぎて当たんね。どんくらいがいいんだろう、距離。3キロぐらいかな、3キロ近い、近いな。まあ優勢、やっと優勢になったな。動きが早いよ。あのミサイル連発をさえ食らなければこっちタイル減らないから。連発は多分大丈夫。ま、ね、マウスパッド足りないよ。ミサイルが一番痛い、おい。ミサイルの方に。でもミサイルは全部ちょっとするよ。冷蔵庫は。うん。冷蔵庫。早い動きがあいつ。マウスパッド足りないよ。何個用が。やめて。動かないで。いや無理だって。マウスパッド足りない。これウイルスかなんかで電源減らされてない？これ、これ、俺ら。ウイルスはもう解除。終わりましてるよ、終わりましてる。
ミサイル来るけど。ウイルスか、なんか新しいウイルス来てるけど、これ解除できないの？なんでだ。いや避けれる。あ、大丈夫か。こっちはミサイル撃ってるんだけどな。強い方の撃ってみれば。撃ってる撃ってる。今はまだシールドの方か。撃って。あ、これミサイル当たった。あ、もう一個アップで。あ、ウイルス来た。アイエンス燃えてるから行ってくるわ。あ、お願いします。はい、相手のレルガン強くね、なんか。強い。あ、やべ、ウイルスのやつ消えた。皆さん、ウイルスのモニターを破壊されました。と言われましてもかん。ミサイル来るよ。壊した。ちょっと俺ヒート止めないとダメだ、俺今。やだ強くねあいつちょっと強いゴーグル1アンロックド武器弱いもしかしてこっちいや そんなことはないそんなことないと思うんだけどな初手食らいすぎたの開幕食らいすぎたそうそれはある俺もタレント振り直そうこれあもう敵いるところからですあ まだロードがそれ動かすかね動かしてアルタフィ直しでーす。俺そんなことないんだけど。いや俺も大丈夫だよ。フリー、俺大丈夫。あの C に向かって、C に向かって、C に向かって。C 先壊そう。これパワーブースターがあるから、多分相手の攻撃力がバフされてる。あれか、中にのやつは死んでんのか。パワーブースタービーコンを取られて殺された。撃ってます。もう壊れる。そうだね。中のやつ殺した後だね。俺の HP もそうだ。一回死んだ後だ。壊した。ハーブスター壊した。FNC はいいと思う。とりあえず、ワープディセーブルもいいや。これで多分、即死はしなくなると思う。シールドにちょっと、体力回しつつって感じかな。え、下か。え、見えた。大丈夫なやつ多分、シールドは増えつつあるけど、今。今、1000、全然溜まってるから大丈夫だよ。田島さん打ち始めたら威力上げるわはい打ち始めます、はい、20%1 分間上がるああ差額が一発で1000ぐらい削れるなって言うと早いおかしいだろマジ大変だからあんなスピード出せんねんこっち見るじゃブーストはできるよ一応なんか加速が早いですもうねじゃあもうフレレはもう振っちゃってるからあれだなこれ以上どうしようもないなすごい勢い下に避ける動きしてます相手早い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 待って全く当たらないよこの角度角度当たらない今ミサイル危ねいや当たったか火は出てないからとりあえず大丈夫見えない何も見えない俺がどこ行ったやつ真上砲台の方角度はいい俺らは撃てるいい角度いい角度いい角度であるいってああごめんミサイル見てなかった今ちょうどごめんなさい UI が全部消えましたいや時間に戻るから時間に戻るからあ直ってるミサイル出ましたいいかよあれだどこだったっけライフサポートかな火出てるか言ってくるわうわぁ逃げられるなあれうわ鍵だ4の鍵入られたミサイル回ってなんだ血のなくなった俺らねミサイル撃ち落としたおミサイル当たった今相手の防御力結構下がってるから、はい、シールドのリチャージレートもチャンスタイムではあるでクーラー効いてるすげえオーバーヒートするクーラー効いてるよ、うん、ハイにしとくハイにしとくやれるならあのオーバーヒートはもうあれ全力でやってる回してるからそれじゃ無理ハイにしなくても大丈夫、うん、関係ない、うん、オッケーある程度空気読んでるからじゃな出てますこっちどっからミサイル来てるんだこれUI を壊すな UI ああまたサポート死んでるわ
サポートも死んでるし、これあれかサイエンスも死んでる。リアクターも死んでる。前で逃げようとしてる。これワープできない。相手相手のとこ飛びます。相手のとこ飛びます。飛んで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 。逃げられる逃げられる逃げられるこれ。まあもう UI は消える。はあはあ。ああ俺ら死ぬ俺ら死ぬ。サイエンスは火燃えてるのこれ。燃えてる？直してくる。直してうんポニョポニョに任せるわ。ちょっと俺ミサイル食らうと死ぬからね。逃げられた。サフラン。うん、いやいる A がいる下下にいる下にいる。下下下？よ、あれ、あ、真上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 までいる。ごめん。相手のとこ乗り込んでくわ。相手も100%乗り込んでる。ああ。気つくねー。俺はね、乗り込まないとダメだけど、俺は目離せないから、多分受付かポニオだね行くなら。いいです。あ、多分ね思ったより俺やることないから、あの俺の技能が高くなる。クーラーそんな使わないから今も。俺やることしかないんだけど。まあ、開幕そう受付やってその後そう行けるタイミングがあったら行った方がいいかもね。のある程度俺も乗り込んだ方がいいのかな。いや多分打たないとダメだと思う。手法多分誰でも打てるからさ。ああ。いや手法あれだよ、あの手法技能持ってないと打てない。なんかでも俺を打った時当てれる気しなかったよ。あもうテクニックは。おそ松。テクニックでも。まあ、俺乗り込んでもいいけどウイルス問題。ウイルスってずっと来るんだ。ずっと今はだいぶ少なかったけど戦闘準備ってとりあえず C、C、C 今ね、あれ開幕来た分全部アンチウイルスで溜めて消したからなるほどね。で、D も壊そう、よくわかんないけど何の効果があるのか。もう B も D も全部壊しとけ。で B はあのワープディセーブルだからどうでもいい。俺らにしか効果ないんだってか、ワープディセーブルに関しては多分そうだと思う。あいつ飛んだからあいつの B コンなんじゃない。あ？誰でかけてきたよ。壊しました。割れた。戦うぞ。バリア跳ねたらいけんのかな。あ、船が動いた。え？いや、船が動いたわ。あ、ウイルス来てたんで解除した。あ、飛べます飛べます。もう飛べます。もう飛べる。いらっしゃい。はい。うわー、角度的にミサイル撃ち寄せない今。うわー、ショットガン持ってる相手。特殊してるあいつ。これ受付浮かしたら立花と交換。受付撃ってメインで立花に行かせよう。立花ならまだ持つかもしれん。エースとショットガンは無理だよ。なんか全員でいいんじゃないかも。いや、多分船が持たない。撃って、まあ、自動では撃ってくるから敵のもこっちのも多分こっちの方がきつい。は、早い。あと火がついたら大数なくなっちゃうから。そう、あー、それ人間だ。ボールインは絶対ダメ。火ついてるのよく場所わかるね。あの、ゲージがある。今だったら、あれ、サイエンス火です。あー、これね、なるほどね。受付帰ってきた？帰ってきたよ。立場と交換して。はい、よく入るわ。これ、エネミーミサイルか。ちょっと待って、ライフサポートついでにスタッチ直してきて、ライフサポート。はい、いって。これ瀕死だよ、これ瀕死だよ。あー、撃てない。なんか弾、あー、これ燃えてる。あ、じゃあ直した、あの直したよ、ね、火で消した。じゃあ直してくるわ。直してる直してる、俺直してる直してる、はい。立場の敵の電源落としてくれ、頑張って。ミサイル向ける。なくね、俺もういいわ。いや、変な話、生き残ればしかとして。あ、この船の O2 がもうほぼないです、ちなみに。なんで？火が、多分火がとか出てる。ライフサポートの火を消して。ライフサポート？はい、行ってくるわ。あたらしいね。入れねえわ、俺。え、ライフサポート燃えてねえけど。燃えてる、燃えてる、燃えてる。いやいや、ライフサポートが壊れてるんだと思う。あ、どうしてる？船が動かない。船が動かない。エンジニアリングが壊れてる。前にしか行けなくなった。エンジニアリング誰か直すに行けない？俺行く。はい。行く人殺してくれないと分かんないから絶対殺して行くとき。UI全部消えた。今消したけど直すのまだまだだからな。空気は戻ってきつつあるね。はい。でもこちらの船もう壊れるぞ。はぁ、適正の状態が分かんねえ。とりあえずエンジニアに直した。これで動くはず、はい、エナジーブースターとかぶん回して。
敵の船どこだ。下下真下真下。もう壊れるぞこっち。ミサイル向けてくんないとミサイル撃ち落とせない。頑張れ。遅いんだよねこれ旋回が。見えた。ミサイルは撃ち落とした。危ねえ。ああ。一旦逃げてもいいかもサブラン。距離取って。いや動かない船が。船が動かない。あ、動いた動いた。はい。ミサイルまた来る。ああ撃てない。いや動かないねなんか壊れると。乗り込むのは無理だな。強すぎて無理。そんな強いんだあいつら。めちゃくちゃ強い。敵のレベルいくつなのこれ。100なんとか返ってたな。勝てるかこれ。逃げてもいいけどね。うん、いや逃げるんだったらあのワープ。そっか。ワープディセーブル壊してからだと全然。ワープディセーブル、うん、別に逃げる分にはいけそうだから。ワープディセーブル壊していっちゃって。全員で乗り込んでもいいけどね。そう俺は全員でいいんだよ。オールインする？試しに。いいと思うけど。シールド壊さないといけないからシールド壊してから。え結局 B と D あの C と B を壊す。あ C と D を壊そう。でもこれこっちの船が持たない。撃てるこれ。C は撃てる。壊した。痛えなぁ。撃てる。ちょっとした。やばい死によ、やばい死によ。あっ、バック燃えてる。立花燃えてる。これリアクター死んだか。これ起こせない立花。じゃあバトル。んいいボタンで起こせるはず。起こせないわ。え持ってないかお前ら。いや持ってるけど多分起こせない。水持ってこよ。人じゃないと起こせないかも。こんなのない。なぜ武器は直した。飛べるか見てくるわ。割れたよ。ワープディセーブルじゃないもん。まだ飛べない。まだ飛べない。ワープディセーブルまだ壊してない。ワープディセーブル壊さないと飛べない。真下真下真下。よいしょ、うん、前関係なかった。さっきなんか飛んでなかったって。壊してないの。ああ、まあ、いや壊すわ。痛いあいつの攻撃。エンジニア燃えた。押した。ミサイルの落とした今。大丈夫かこれ。後ろ疲れてるからな。俺の消火器どこ行ったの。あーミサイル来る。あーし撃てない角度が。ミサイル当たれ。ミサイル当たれ。無理っす。旋回速度がしやすいで無理っすね。ちょっと削られるでしょ。エンジンルームバカ燃えてるわ。いやエンジンルームはとりあえず今から直すけど。内側は燃えてんのを直しに来なくていいよ。乗り込めます、乗り込めます。ちなみにもうでこれ多分船壊れます、行ったら行くしかない、行くしかない。これ船動かしてるからそう、もうサハラはもう避ける動きするしかない。こっちはもう時間かけてなんか相手動打つの止まると思うからある程度距離取れば。じゃあ小惑星行こう。あれなんか横にいたっていなくなってる。とりあえず全部火止めて直した。エンジニアリングを探せ。相手のコーヒーやんでるぞ。即死だ。ガンニングします。あブロックになってる。また離れすぎてダメよ。そしてちょっとシールドが張り直されてたね。シールド張り直されてたぶんダメ。ああ。田島さん後ろにいる。真後ろにいる。強いなぁ。さすがにきついなぁ。うん、これは逃げ逃げくする。立花とねサフランがあの速度で死んでるからね。ちょっときついなと思ってたけど。立花耐えれないって見なきゃすぐだな。エンジニアリングさえいければワンチャンあるんだけど。でもいけないんでしょ。位置がわかんないから、うん、ああそっか位置がわかんないのか。遅くてね。A どこ。 A はもう小惑星から下の方にいる。あブロックどれだ。まあ一応駆使すれば逃げれるな小学生。あーミサイル来てる。いやミサイルこれ当たらないと思う。真後ろにあるミサイル。わはははは。相手ミサイルなんかすごい追跡してくるんだけど。いやまあ相手船は露骨に強いと思う。これフリーザーもう全駆除してるんで。はい
当分来ないと思います。ボンティーハンターディテクテッド、ミサイル着弾したようです今。マニュアル通ったらやっぱ使いダメだな。ミサイル当たりそうな時言ってくれれば帰るから。まだブロック度です。バリア剥げた相手の。いやまだ全然減って、もう回復しきった。もう無理よ、逃げるか。だから常に攻撃当ててないとすぐ回復しちゃうから、あいつらのシールド。逃げるなら、はぁ、あ、射角入ってます、こっち撃たれます。はぁ、あ、隕石逃げてから待って。127だって。127って前あった感染と同じぐらいじゃない、まあ、あとハテナだっけ。めちゃくちゃ強いってことではない、ねいや、448に逃げ込もう。移動速度とマップの地形的に攻撃当て続けれないから負けてるだけで。ミサイル見ました。当て続けれるなら勝ててたよ。いや、圧倒的に速い相手の方が、移動が。まあ打ても分かるけど、なんかね、だから相手の移動速度を下げるウイルスとか前みたいにあったら。なるほど。これ怒られた場所だっけ前、まあ、ゴキブリステップしてたから。とりあえずヒールの右前のヒールの場所向かっちゃおう。受付でシールド切って。これいらないな、これ。今怒られないんだ。何だったんだろうね。武器も強化しないとダメだな。ですわ、受けのスキルはいりませんわ。フルリペアしました。9000円なくなりました。また貧乏生活の始まりです。で、あのワープステーションの方行って。はい。プログラムがね、あ、でも今お金ないのか。ダメだ。ワープステーションどこだ。でポニオ811検索して。ワープステーションどれだこれ。はい、上です。上、ここじゃないな。じゃあ1162。何あれ、なんか あれか関係ないわ。左です。お、左のどの辺。左です。どの辺だよ。あ、これか、出たわ。わかんない。これ付けたやつは青文字出ると思うよ。青文字ってか、いやなんかね、いやでかすぎてパッとわかんないんだよね、単純に。じゃあまあウィルショップの方行く。ウィルショップ今行ってもな、お金ないんだよな。まあ、まあ、とりあえず近くであれしながら、小銭稼ぎながら、小銭稼ぎながら行っちゃおう。今のプログラムね、かなり受けのプログラムになってるからね。ダメだよこれ、ミラージュですよこれ。出た出た、ミラージュ受けだからな。ミラージュ受け身だから怒られるぞ、使うと。はい、あ、なんか来た、ボンティーハンター8000円。とりあえず小金稼ごう。受けたわ。とりあえずここには何もないのかな。ここ何もなさそう。あ、周りでもない。ワープステーションしかねえな。オッケー、そしたらはい、さあこの辺でしょうか。立ち回らなんか大丈夫。うん、なんかいい感じの場所行ったら終わろう。ああ、オッケー。え、いい感じの場所って言ったって、だってないないだろう。終わるけど、あー、コーネリアステーションあるけど、スターフォックスかな。どこ近い。でも、いや、いい感じっていつさ、行ってもあれなんだよね。まあ、お金がないからさ、そうそうそう。あ、じゃあ、ここでいいんじゃない。うん。はい。まあ、ここはいい感じやろ。セーブゲームしときまーす。強くね、ちょっと相手。セーブゲームした。した。ん、核撃ってみたいんだけど。確かに。核持ってたの。持ってるよ。るよ、何撃つ。撃ってよ、ここで。なんだっけ、あれ、核どっから撃つのこれ、この船の。え、ここ、ここあるよ。ブリッジにあるよ。立花の方はここで動かしてる。で、今、選択してるから、これで、多分、キャプテンが。うん。キャプテンが押すんだ。アンロードニュークリアデバイス？アンロードだよな。ブルーザーツーレバー。あ、わかった。そっち。ファーミングステーション。いきます。ちゃんとキャプテンの許可いるんだね。あ、これだね。はい、行くよ。右、右。え、はい、これ。え、多分俺は引けない。え、あのワープステーションに向かって言うんだな。え、引く？プル？ん？これ真ん中の真ん中。あ、右側当てよ、プル。うん。あ、これで行った？で、ノーターゲット。あ、デバイスレディフォーランチ。
確かに、なんか相手がいるのか。ちょっとじゃあなんか探す。相手ないとダメなの。手頃の敵探すか。なんか隣とかワープして。あ、バウンティーハンターいるんでそこに合わせてください。合わせました今。はい。1578。え、どうやって打つんだっけな。なんか点がやった後になんかするみたいな。これセーブされないよね。されんの。わかんない。一応ワープした先でセーブされない。ウェーブ8打ってきた。立花やれ。 3人か。多分距離がどういいかな、はい、ターゲットバンディットドローンオーバーシア。あ、バイバイしてるうちの船。なんかバンディハンター F じゃん。オーバーチャージって書いてあるけど、なんかこれ何なんこれ。すごいですね、数がとんでもないやつ。え、これなんかパリパリしてる。おばあちゃん、たまに切っちゃう。たまに切った。たまに切った。で？で？うわ、なんか、あ、これ、電源折ったわ。え？電源落ちてる。あ、はあ。どうして、カオスレベルが上がりすぎて、到底手に負えないのでは、俺ら。核！撃ってくれ！あー！電源がないです。うわぁ！また今度ね。あ、やってんだ。誰だよ、おばあちゃんしたやつだよ。カジュウ電車やつだよ。オーバーチャージするとき俺のプログラム発動させてからすればいいの、ね、なんかね、バリバリするとこに行くとダメだわ。痛い痛いってか、たまに切っちゃうと電源を落ちちゃう。カジュウ電したら電源落ちるわな。ウケる。あと1時間何しよう。寝るか。寝ればいいんじゃないか。寝れないんだって。寝れないんだって結局。寝る努力をしろよ。てか1時とか12時寝てもね、3時ぐらいに起きちゃうんだよね。あ、ダイスチャンピオン実績解除してて 10% です。結構解除してんな。でね、目覚まし時計朝5時ぐらいにセットしておくとね、多分朝5時ぐらいに起きる。5時に起きたらもうそこから起きとけば。なんかでもそれはそれ で結局それで昼ぐらいにもう死ぬほど眠気が襲ってきて、うん、無事死亡。30分ぐらい昼寝すればいいじゃん。もうそこからもう30分かっこ8時間ならない。夕方よ。それは意志が弱すぎるのでは。レース勝ってるやつ 3% しかいないっすよ。あれ3回やるのはちょっとだるいよ。でもあれは高難易度コンテンツだからね。一番最後難しかったじゃん、しかも。俺ら何勝ったか怪しいとこあるかな。でも一番最後はマジドラマチックな終わり方したからな。デスシーカー。このゲーム実績解除してるやつの率がもうものすごく少ないね。でしょうね。まあそもそも5人集めないとまともに遊べないので。いやでも AI クルーいるから。まあ AI クルーどこまで優秀なんだろう。でも命令出せるよ。あ、本当なんだ。うん、グラインドジャンプ5回しろとかある。ディフィート・ザ・エンシェント・セントリー。ネバー・トラスト・ア・ジェントルメントがある。なんだこれ。プログレス・アボーブ・エ・オール。全部殺すんじゃない。ディフォー・オール。ギャザー・ウィー・サバイブ。ビスケット系の実績めちゃくちゃある。コロニーファウンドってあるから、ロストコロニー見つけてるやつが 1% しかいない気がする。だって4つ集めないといけないの結構大変じゃん。大変だね。ボールオブザボイドあるよ。ごめん。宇宙人いるのかな。宇宙人って変だけど、やべえエイリアンいるのかな。でもボス、地上のボス戦はあるっぽいんだよな。
なんかデスシーカーとか実績であるね。いいと。スクリーンショットが動画化であったはずだから、ちょっとストア見に行こう。撮影。ストアページ。VR サイバーパンク面白いかな。何？どういうやつ？サイバーパンクが対応したって話？もしかして。そんな冗談しないでしょ。AD2047。でもマグマのやつとか、なんか本当だ。まだ行ったことない月ある。砂漠と氷と、なんかよくわかんない場所ばっかだな。売り上げトップとか？あ、ドリームエンジン出てんじゃん。出てるよ。やらねば。案件のユーザーレビュー、日本のレビューはまだありません、はい、早くないレビューかけど。ロンドナーならないと。2年間の送客ですか、長。まあでもこれは買っといて損なさそうだからな。配信終わっとこ。サイバーパンク VR 面白そうでした。